大変お待たせいたしましたただいまより未来の教室キャラバン in 滋賀を開会させていただきます私本日の司会を務めさせていただきます辻文子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございます未来の教室キャラバン in 滋賀は経済産業省主催滋賀県教育委員会 草津市教育委員会の講演で開催しております未来の教室では様々な個性の子どもたちが未来をつる当事者チェンジメーカーとなるための学習環境づくりを目指しています本イベントでは基調講演エドテック教育サービスの紹介体験や探求教材スティームライブラリーの模擬授業を実施いたします では続きまして、本日エドテックブースにご出展されております各企業様よりご挨拶を頂戴いたします。お名前を呼ばれましたらステージまでご登壇ください。まずは株式会社コンパス様、どうぞご登壇ください。よろしくお願いいたします。ただいま紹介に上がり,りました株式会社コンパスの富田と申します。 よろししくお願いします我々の扱うこちらなんですけれども学学習習 e ポータルルプラス AI 型教材の学習ドリルとなっています今日の「キャラバン」のように子どもたちが好きなこと興味のあることに打ち込むその手前にまずはそういった発展的な学習に取り組む時間と主体性これを我々は作り出したいと考えています。 でそのためにこの強化学習というものを効率的かつ効果的に行うこれがキュビナになっていますえぜひこの AI の制度とかキュビナってどんなものみたいなものは本日ブースを出展しておりますのでえお寄りいただければなと思っております書いておりますように現在170自治体以上100万人以上にご利用いただいておりますのでぜひぜひこのあたりもお話をゆっくりさせていただければなと思っておりますお待ちしておりますよろしくお願いいたします ありがとうございました続きまして株式会社教育と探求者様よろしくお願いいたしますこんにちは教育と探求者から参りました宮北と申します弊社は東京に19年前に創業した会社でございますが探求型の学びを 各学校さんにお届けしている会社であります、えー、価値創造であったり課題探求課題の解決であったりそして職業体験であったりこういったものをすべて探求の学びを通じて届けている会社です、えー、昨年度大阪営業所を開設いたしまして、えー、関西のすべての学校さんに、えー、お伺いできるようにそんな体制を整えております 弊社はですね今大阪営業所グランフロントの中のナレッジキャピタルの一角を使わせてもらいまして定期的に対面のの、えー、学び合いい場を開いております多い時で120名から130名の方々に参加いただいておりまして9月には、えー、岩手から菊池さんという大船渡学の、えー、立役者の方に来ていただきながらみんなで学び合いを深めております。 その他あのナレッジの共有としてウェブサイト等を開設しておりますのでぜひ2階のブースにお越しください、えー、今日は無料の、えー、プログラムをお渡しできるようにしておりますのでぜひお持ち帰りください以上ですありがとうございましたありがとうございました続きまして株式会社ロイロ様よろしくお願いいたします はい、先生方はですねお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。えー、先ほど紹介いただきました株式会社ロイロの森也と申します。はいえっ、ー、とロイロというですねあの滋賀県の方でも導入が多く進んでおりまして、えー、先生方も先ほど何名かの先生方ですねあのー、こちらの方に来ていただきましたけれども。えー 全国でもですね200名、200万人を超えるユーザーの方に実際触っていただいておりますので、どんどん導入の方も進んでいるといった状態になります。私もですね、いろいろの良さ、何があるかなというのをちょっと考えて、今、こういったシンキングツールというツールに私もまとめてみました、はい。小学校の低学年の方でもですね、操作してこれを作ることができるのもいろいろの良さかなと思います。大きく2つ、即興性と可視化というこの2つかなと思っております。 はいえー、即興性につきましては動画だったりとか写真とかのデータですねこういったものに関しても本当にどんなユーザーの生徒さんでもすぐにやり取りができるでプレゼンもすぐに作れるというところかなというふうに思いますで可視化というところも良さでして、えー、生徒さんの思考もですね送ったりとか、えー、それからですねシンキングツールとか使うとよりですね生徒さんの考えとかも見ることができるこういった2つの良さがあるのがいろいろ良さかなと思いますそしてもう1つです、えー、一番はですね体験いただけるといいのかなと思うんですけどもその えー、すぐにですね触れるその直感的な操作もいろいろ良さかなと思いますのでブースの方でもお待ちしておりますぜひ先生方ですね今日あのお越しいただければなと思います、えー、本日はどうもありがとうございますありがとうございました続きましてモチベーションワークス株式会社様よろしくお願いいたします。 はい、モチベーーションワークス株式会社の野本と申します、えー、弊社ではフルクラウド型の公務支援システムブレンドというものを紹介させていただいてます。えー、ギガスクール構想によって子どもたちみんな、えー、一人一台になってクラウドの環境を使うのが当たり前になったのに先生たちはなぜ職員室のパソコンに縛られているんでしょうか それたまつを家に持ち帰って何場合によっては学校に行ってハンコつかなくても公務が進めるような環境を実現したいという声がたくさんありますそれを実現するのがブレンドですでこのブレンドは OS 問いません Windows でも Chromebook でも iPad でも場合によってはスマートフォンでも動きますそして金額も基本的に月額制というサブスクリプションモデルになっています導入した学校さんこの近隣では大隣さんですとか大隣兄弟さんですとか滋賀学園さんでも私学で中心にお使いいただいてますが自治体でも採択不 が増えててまして学校によってはこのように、えー、と導入によって出席ですとかそういった保護者との連携含めた校数が8割減ったというふうなデータも出ておりますそしてちょっとマニアックな話なんですけど公務支援システムで皆さんよく使うのがこの外字ですね特殊な漢字扱いに困ってる方多いと思うんですが我々独自の工夫によってですね端末ですとか環境を選ばずこの外字がちゃんと全て出力できる仕組みを作ってます学校の方に手間をかけずに我々の方でこれ全て登録しますのでそういった意味でも このブレンドのクラウドの利便性非常に高いかなと思いますのでぜひ体感していただきたいと思ってますブースにてお待ちしておりますのでぜひこちらの方も触っていただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました続きまして株式会社インスパイアハイ様よろしくお願いいたします皆様こんにちは 私どもインスパイアハイはですね世界中の創造、えー、力と10代をつなぐ教室をつなぐエドテックと10代にさまざまな大人の生き方を知ってもらうため普段会えない世界で活躍するインスパイリングな大人から生き方や答えのない問いを彼ら,大人大人彼らの大人と10代とともに考えていきます。 タレントの渡辺直美さん台湾のデジタル大臣のオードリー・タンさん詩人の谷川俊太郎さんマサイ族の長老の方などさまざまな大人から10代へ向けて言葉をもらえる機会を届けております。一人一人 充実した性を獲得を支援しウェルビーイングな状態、好奇心、創造力、協働力といった二十一世紀スキル、自分らしく生きて他者とつながりを持って生きて生きる力を育てたいと思っております。ぜひブースにてお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてスポーツデータバンク株式会社様、よろしくお願いいたします。 私スポーツデータバンク株式会社の永瀬と申します。よろしくお願いいたします。と我々あのテクノロジーちょっとど真ん中ではないので、ちょっとあの変わり種だ,だと思ってお話し聞いていただければと思います。あの当社の方では、えっと学校部活動の地域移行というものの支援を行わせていただいております。えっとま子どもたちのスポーツそれから文化活動の体験機会の確保、またそれによるま地域の活性化というものを目指した取り組みでございます。 我々未来の教室実証事業でもです、ね、令和3年度から今年度も受託させていただいてさまざま事業取り組みを行わせていただいております国の方では令和7年度までの地域クラブ以降の推進期間という流れで我々も全国約50の自治体様と主に教育委員会様とです、ね、持続可能な在り方体制づくりの支援を行わせていただいておりますこの地域移行の推進ではです、ね、下段にありますとおり学校体育施設の有効活用とか ICT ツールの導入 それから先生方の指導者置き換えモデルのような短期的な改革ではなくてですね地域のステークホルダーの皆さんと連携した人材とか受け皿の確保そして受益者負担ではなくてそれを軽減するための多角的な まあさまざまな財源の確保、こういったところの解決ノウハウを活用しまして、皆様とですね。えこの地域スポーツ文化環境の、まあ再構築というところをお手伝いさせていただいております。あのブースの方では、ぜひ、皆様のあの課題とか、現状とか、いろいろお聞かせいただければと思いますので。ぜひブースの方、お立ち寄りください。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして。 ライフイズテック株式会社様よろしくお願いいたしますあ、こんにちは、えー、ご紹介預かりましたライフイズテックの桜井と申します えー、我々ライフステックはですね、えー、中学校技術科の双方向性そして高校情報一代替、えー、科目も含みます、えー、に対応したですね新学習指導要領に対応した、えー、ブラウザ完結型の教材をご提供させていただいております、えー、現在ですね、えー、中高合わせて2650校、えー、50万人の生徒様にですね活用いただいております 各ですね生徒様に個別最適な学びを実現できてかつ、ですね先生はそれをリアルタイムに把握できるとまた学習定着を促す仕組みそして、ただ授業でですね終わりではなくてその後生徒さんたちが自分たちの課題解決としてオリジナルの作品を作れるといった機構までご用意している教材でございます。 ぜひですねブースの方も今回出させていただいておりますのでまあどんな生徒さんが作品作っているかですとかそういったところもご説明できればと思いますので先生方ご来場お待ちしております以上ですよろしくお願いしますありがとうございました続きまして株式会社スタジアム様よろしくお願いいたします、えー、こんにちは株式会社スタジアムの井口と申します 本日我々がお持ちしたのがハンディ進路指導室というサービスになりますこちらが全国の高校の就職指導でご利用いただけるサービスになります、えー、就職指導お悩みの先生結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、えー、先生方のやられていらっしゃる、えー、紙と手作業で、えー、求人票を整理して準備されるというところこれ全部自動でできるようになります 現在全国で700校以上の学校さんでご利用いただいておりまして関西にも拠点を構えておりますのでご利用が多いです。 えー、滋賀県内ですと綾羽高校さんだったり、えー、八日市南高校さん越、えー、高校さんなのでご利用いただいております。でこちらあの今完全無料でご利用いただけるサービスになっておりますので、えー、就職指導で、えー、ちょっと学校でもっと楽したいなとか忙しいななんていう先生方いらっしゃれば、えー、本日出店ブース一番奥で緑色のブースになっておりますのでぜひお越しください。本日はよろしししくお願いいいたたまますありがとうございました 続きまして株式会社バーバラプール様よろしくお願いいたします。 はい、えー、株式会社バーバーラプリの広部とと申しますえっと、一応、あのこちらの方僕らの方で運営して、スティームジャパン、これはあのもしお手持ちのスマートフォンとかで検索いただけると嬉しいんですけども、まあ、スティームジャパンでメディアから僕ら始まってます、で4年前からスティーム教育を、まあ、欧米で進むスティーム教育の方を日本の部分に紹介していきたいなということで、このメディア始まっているんですけども、今回、l テック教材としては、右下ですね、小さくてすみません、教員研修。 まあ皆さんのお手持ちのスマートフォンとかタブレットで受けられる教員研修なんかを全国で展開しております。で、自治体の連携とか学校現場の連携とか進んでおりますが、この教員研修っていう先生方は一つのスティーム教育のドライブの起点として僕ら考えていて、実際に 相談の授業なんか僕らは預からしてもらってじゃあ授業を作っていくことなんかをあの行っていますで僕ら今後あの山手線の大塚駅のところがあるんですけどそこの駅前徒歩10秒のところにスパークっていうですね新しいスティーム教育が体験的施設を作りますのでまたお時間があるときにあと東京出張のときにあの寄っていただけたらと思いますあと実際僕あの東東京市高校っていう滋賀県出身のあの18歳まで滋賀県にいましたので皆さんのあのぜひスティーム教育の方で情報交換できたらと思っていますありがとうございましたありがとうございました。 続きまして株式会社リタリコ様よろしくお願いいたします皆さんこんにちは株式会社リタリコの熊谷と申します本日は主に特別支援教育を担当される先生方に使っていただくツールのリタリコ教育ソフトのご案内で参りましたよろしくお願いいたします 全国的な特別支援教育動向を見ますと、すごく支援を必要とされるお子様、ここ近年で非常に増加しております。そんな中、先生方からはお子様の見立ての難しさや個別に合わせた教材作成に時間がかかってしまうというような課題感をたくさん伺ってまいりました。そんなお悩みを解消するために、弊社はリタリコ教育ソフトを開発いたしました。 三つの製品とサポートで、先生方のお困りを解消させていただければと思っております。本日ブースにて、デモが可能ですので、ぜひ皆さん。ブースに、あのご覧いただける、ブースにお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、ラインズ株式会社様、よろしくお願いいたします。 皆さん、こんにちは。LINE's 株式会社の小林と申します。LINE's eLibrary Advance は、子供たちの個別最適な学びと主体的な学習、先生方のクラスの実態に応じた授業づくりを支援する学習支援サービスです。全国9000校以上の学校で導入いただいており、滋賀県内では草津市様をはじめ、半数以上の 公立の小中学校でご利用いただいております。AI 型ドリルを中心とした豊富なコンテンツで、苦手の克服はもちろん、得意や興味関心を、に応じて、その一人一人の生徒に合った個別最適な学びを実現いたします。ブースではディズニーノベルティもお配りしておりますので、ぜひ、l i n e のブースにお越しください。 ありがとうございました続きまして株式会社スペース様よろしくお願い致します皆様こんにちは株式会社スペースの平野と申します、えー、本日はスペースの事業の三つの柱をご紹介したいと思いますまず一番、えー、左 側ですね、えー、ご紹介するのはスペースキューと自分学という、えー、一人一人の学びの特性を把握するアセスメントツールです2つ目真ん中は、えー、サードプレイス事業となっておりますサードプレイス事業ではゴッドハンズプロジェクトという、えー、手仕事の巧みから学ぶプログラムや えー、神奈川県鎌倉市さんですとか、えー、愛知県の名古屋市さんとともに作る自分らしさを追求する学び、ウルトラプログラムをご紹介しております。3つ目は、えー、探求コンテンツです。えー、経産省さんの STEAM ライブラリーにも、えー、入,ってあ入っている STEAM カオスという、えー、地域資源から探求できるコンテンツです。 いずれも子どもたちが自分自身を知って主体的な学びを展開するためのツールですのでぜひブースまで足をお運びいただければと思いますよろしくお願いいたしますありがとうございました続きましてハイラブル株式会社様よろしくお願いいたします こんにちは。ハイラブル株式会社です。私たちは、この卵型レコーダーを使って、学校の話し合い活動における発話量、やり取りの量、発言の特徴などをリアルタイムで見える化するツールを開発・提供しています。これまで消えてしまっていた話し合いが見える化されることで、児童・生徒の皆さんにとっては、メタ認知が促進され、行動変容につながるという効果があります。 先生にとってはこれまでわからなかった児童生徒の特徴を失礼しました。特徴を発見し声かけや授業改善に生かせるようになるという効果があります。体験ブースではこれまで延べ7万人が体験してきた話し合い見えるかを実際に体験していただけます。入ってすぐのところでこの卵が緑色に光ってますので目印にお越しください。 また弊社はです、ね、東京の会社なんですが関西出身者が創業者を含めて非常に多くなっておりまして私も兵庫県西宮市出身で今日は同じ会社で働いている妹とともに出店しておりますのでぜひお越しくださいませありがとうございましたありがとうございました続きましてクラッシー株式会社様よろしくお願いいたします。 すみません失礼します。皆様こんにちは。えっ、ー、とクラッシー株式会社から参りました田中義之と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。えっと弊社ですけども、えー、ベネッセとソフトバンクのジョイントベンチャーとしましてですね2014年に設立された会社でございます。でえっ、ー、と教育のプラットフォームというところですねクラッシーというサービスを、えー、展開させていただいております。でこのクラッシーなんですけどもえっ、ー、と学習生徒さんの日々の学習の支援はも,もちろんなんですけども、えー、生徒と学校とそれから えーせんえー、ごめんなさい家庭ですねをつなぐ、えー、コミュニケーションプラットフォームとしての一面も、えー、ある商品となっておりますで今回特にご紹介させていただきたいのがですねえっ、ー、と新しい今年からの機能になるんですけどもえー 学習トレーニング機能と、えー、呼ばれる機能を、えー、特にご紹介させていただきたいと思っております、えー、こちらはですね、えー、と AI がですね生徒の理解度に合わせて個別最適な学習を提案するような機能となっておりまして大きく2つの機能から成り立っておりますまず、えー、と1つ目がですね生徒主体で取り組んでいただけるようなものになってましてこれがですねベネッセ試験との結果とそれから生徒自身が設定した目標とのギャップを埋めるための問題を AI が、えー、提案するような機能になっております でそしてですね2つ目が先生起点でご活用いただく機能で、えー、先生から課題を配信しましてその回答結果に応じてですね、えー、生徒個別に理解度に合った問題を AI が提案してそれをひたすら繰り返しですね生徒が解いていただけるような内容になっております。えー、今日もテーマにはなっておりますがあの個別最適化といったところでしたりあとは学力の多層化ですとか生徒の自走力みたいなところで課題をお持ちの学校さんも多いかなというふうに思っております。 ぜひですねブース入り口付近にございますのでお立ち寄りいただきまして新しい学習体験というところをですね実感いただきたいと思っております本日はどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました続きまして株式会社内田陽子様よろしくお願いいたします。 皆様、こんにちは。株式会社内田洋行の中山と申します。私どものブースでは、学習 e ポータルのエルゲートと、教育コンテンツ配信サービスのエルモールのご紹介をさせていただきます。エルゲートは、一人一台一アカウントを使った日々の学びと運用管理を支援する学校向けの学習 e ポータルです。メクビットにももちろん対応しております。 また、イデモールはデジタル教科書やドリル教材などと連携して、エレゲートと連携することで、さらに便利にお使いいただける教育コンテンツ配信サービスのプラットフォームになります。どちらもですね滋賀県内で10自治体様に導入いただいております。半数以上の自治体様でご活用いただいております。 エレゲートとエデモールの導入をご検討されている皆様、もしくはもうすでに導入いただいておりますが、もっともっと活用を深めたい、運用相談をされたいという皆様、どちらもですね、どなたでもお気軽に内田陽光ブースにお越しいただければと思います。内田陽光一度お待ちしております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、株式会社ベネッセホールディングス様、よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。こんにちは。ベネッセコーポレーションの西尾です。私どもはあ,あ、すみません。これ自分でやるんですね。失礼いたしました。ベネッセありがとうございます。私どもは本日ピースタディという情報一で扱う内容を網羅いたしましたオンライン型プログラム、学習プログラムとあとピープラスといいます小・中・高校生用の三種の CBTO テストをご提供あの、ご紹介させていただいております。高校現場では、新家庭で情報1が必利集科目となりましたが、まだまだ専任の先生が少ない中で、お困りの学校様が多いことと思っております。ピスタディでは、情報1の全単元の動画学習をご用意しておりますので、先生方のご負担を減らしながらも、授業でご活用いただける内容となっております。また 生徒様が自学自習でお使いもいただけるようになっておりますさらに弊社の模試制作のノウハウも生か,かしながら共通テスト用の対策問題もご用意しておりますので現在学校様での課題感の多いと思われます来年度の共通テストに向けての準備でもご活用いただけます、はい、ブースではあの実際にお手元に触れてご活用いただけるようにご準備しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました 続きまして、株式会社スララネット様、よろしくお願いいたします。先生方、こんにちは。スララネットの村上と申します。スララ、スララドリルは、ご教科型 AI 教材として、公立の小中さん、公立の高校さん、私学さんにご活用をいただいております。 基礎学力学習習慣を生徒さんにつけさせたい、不登校支援として学習をサポートしたいという先生は、あの、ぜひ、えー、ブースにお越しいただければと思います。またですね、あの、スララ、スララドリルは AI 型ご教科の学習、イ、えーラーニング教材なんですけれども、今、世の中では AI という言葉をたくさん聞くと思います。 AI、学習の中でどこで力を発揮させるのかが重要かと思っております。スララは20万問の問題数の中から個別最適化、自分に合った問題を出すというような AI が働いておりますので、ぜひブースでご体験いただければと思います。はい、展示室の,あの入って左側、緑のクロスであのいますので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございます。ありがとうございました。 続きまして、インスティテューションフォーアグローバルソサイエティ株式会社様、よろしくお願いいたします。先生方、えー、本日はありがとうございます。えー、インスティテューションフォアグローバルソサイエティ株式会社の三上と申します。えー、私たち今回ブースでテーマにしている、まあ弊社のツールですね。いろんな教材ありますけど、私たちがテーマにしているのは評価です。 成績の評価ではなくて生徒さんの非認知の力。ここを弊社の独自のツールを使って定量化し可視化します。なかなかこう、生徒さん、先生から見ても生徒さん自身でもわからない自分自身の強み、弱み。ここをですね、自己評価と客観評価。二つの評価方法を使って定量化します。 客観評価については生徒さん同士で評価いただくんですが、ここを AI を使って評価の補正をして客観性を高めるという私たちの技術を持っています。さまざ、あ、まな取り組み、学習施策を通じてですね、何が効果的だったのか、生徒さん自身も自分はなんで成長できたのかっていうところを思い出ではなくてですね、データとして、えー、共有できる。ここが私たちのその ツール、アイグローっていうツールの強みになります。このアイグロ w 以外にも、評価ツール、他にもいろいろありますレ。レポートをアセスメントするツールですとか、探求のスキルをですね、確認する、そういうツールなんかもありますので、評価に課題を感じられている先生がいらっしゃいましたら、ぜひブースの方、お話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 以上18社の皆様でしたそれではこれより休憩のお時間とさせていただきますこのあと14時45分からエドティック事業者講演及び導入自治体とのパネルディスカッションが始まります実際の運用の仕方などより具体的なお話になりますので興味のある方はぜひご参加ください なおただいまノースウィングでのブース体験会を行っておりますぜひお立ち寄りください休憩再開のお時間は14時45分を予定しておりますお時間までにお戻りいただきますようお願いいたしますそれでは再開させていただきます続いてはエドテック事業者講演および導入自治体とのパネルディスカッションです 各企業様よりご紹介をいただきます。お名前を呼ばれましたらステージまでご登壇ください。はじめに株式会社スララネット様お願いいたします。すね、あ、先生方こんにちは。<laughs> すみませんスララネットの林と申します、高いところから失礼いたします。えーとですね、あの森山市さんで利用いただいてます、スララネットになります。で、今日は未来の教室っていうのを冠についてますので、私の方からあの未来の教室で行った弊社の実証について、少しお話をさせていただこうというふうに思います。よろしくお願いします。えー、まず最初、少しですねあの会社のことだったりとか、サービスの内容についてお話をさせてください。 えとですね、まずわれわれですね、教育に遠隔を子どもたちに生きる力をというあの理念でやらせていただいております,、えーとですね、先ほどからちょっと話に出ている教育の格差ですね、えー、地域だったりとか経済だったりとか、いろいろなところで教育にまつわる格差って生まれてます、われわれはです、ね、質にたあの安価で質の高い教育っていうのをどこにいても受けられる、そういうことを実現したいということで、えー、と一つは、えー、とにかくですね理解ができる。 分かるってていうことに力を入れてますでもう一つはです、ね、その効率をいかに上げるかって、この2つで、えー、と勝負をさせていただいている会社です。で実はです、ね、2007年からサービスをスタートしても、かれこれ15年以上あの、結構現場主義でして、私自身も年間200校ぐらいですかね、学校行くんですけど、あの現場に入り込んで、フォローアップをさせていただいてます、えー、と今だいたいい40万近くの利用者がいるとそんなな、えー、いいランニングになってます。 でえー、とこれですねあのぜひ見ていただきたいのが未来の教室の初めて実証をやった学校でのシーンです左側がですね初めて学校行きました長野県のある学校ですであのこれ盗撮なんですよ実は撮らせていただけなくてですね最初盗撮してたんですけどあの前の方で授業やってますなんですが聞いてない寝てるでこれが3か月後どうなったかっていうと右側ですこれ画面よく見ていただくとですね一人一人実はやってる内容が違います 教科は一緒ですで一人一人のペースに合わせた学習っていうのを進めるとこんなにも同じ教室が変わっていく。これは僕にとってもすごく衝撃でした。で、もう一個見ていただきたいのは同じ学校同じ教室の写真です。先生の立ち位置見てください。<laughs> 一人で黙々と学習ができる子、友達同士で学び合う子、先生がサポートが必要な子。 でこれが個別最適化における一つの学校の教室の姿かなと思ってます。でこういう姿を見て、まあ、この当時の校長先生が言ったんですけれども、結構学力的にも低い、あの問題児も多い学校なんですけれども、あのこの子たちは学力が低いとか、あの将来終わったねみたいな、レッテル貼られてるだけで、環境を与えるとこんなに変わると、これが実現できるのが個別最適の一つの姿かなというふうに思ってます。 でえー、と我々ですねスラーネットあの目指しているところっていうのは自ら学ぶ子の育成ですこれ100%イエスって言ってもらえる自信があるんですけど自ら学ぶ子育てててまませんかイエスって言っ言いただきますそのためには、えー、学力もちろん身につけないといけないんですけどつけるために必要なのが、えー、学,学習習慣だったりとかで、えー、と僕らが重要視しているのはその学 自己肯定感それをつけるためには、自信だったりとか承認、そういうものを身につけるためには、やってみようという気持ち、こういうものを育めるように、一人一人に合わせた、そんな教材作りっていうのをしております。 はい、AI 教材を目指したいところ、時間を下げて、えー、効率よく、えー、新しい学びっていうのに向かう力、そういうものを育んでいく、そんなことをやっておりますで、もう一つ重要なのはデータの利活用だと思ってます、えー、先ほどのシーンで見ていただいたように、写真で見ていただいた通おり、えーと、一人一人に合わせた学習で、一人一人のサポート方法も変えていこうっていうのがすごく重要で、そのために必要なのがデータだというふうに思ってます。 はい、でそんなことができる、えっと、言ってますけれども、スララスララドリルってどんなものかと、でえっとですね、我々スラすというものを公立高校および私立学校で、あとは不登校者に向けて展開、えっと、スララドリルというものを、えっと、公立の小中学校に2つの商品で、えっと、出し提供しています。スララドリルに関しては えとですね、あの森山氏さんで使っていただいてますけれども、基本的にはドリルに特化したものということで、えーと、とにかくたくさんの問題を一人一人に合わせて出していく、そんなことができるようになってます。でえー、と先ほども申し上げた通り、我々のコンセプトは分かるようになるということですので、あのただドリルの問題が個別最適にできるだけではなく、できない問題があったら、とにかく分かりやすい説明を入れようということで、えーと,ですね、あのとにかく分かるまで、 学べるそういうういいレクチャーっていうものを入れてますでまずちょっとドリルの説明なんですけれども難易度が変わっていくということで、えー、と例えばこちら英、えー、作文の問題ですねできる子はどん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 英作文を進めていく苦手な子はどうするか並び替えに変える並び替えの後穴埋めに変えていくということで一人一人の学力難易度に 理解度に応じててて問題が変わっていくような仕組みを入れていますまたですねあの、過去に遡るということで、これ、例題は中学生の例題ですけれども、えー、解くためには小学校のスキルが必要ということで、えー、解いた結果をもとに小学校の方にさかのぼると、イメージはこんな形ですね、一時方程式はできないから、一時方程式やり直しましょうではなく、構成要素に戻ってやり直していく、こんな仕組みっていうのを取り入れております。 またですねこれを教科で横断でやろうと、これ、理科の問題なんですけれども、圧力を求めるためには、小学校で習う面積の計算必要だよねということで、理科から小学校の算数に戻していくと、こんなことっていうのもやらせていただいてます。で、今申し上げたとおり、こういったところで弱点を見つけた後にどうするか、とにかく分かりやすい、でこれ、不登校とかにも使っていただいてるっていう話をしましたけれども。あの 学校嫌いな子とか学校行けない子ってやっぱり人の授業だけでは耐えられないんですねだからとっつきやすさっていうのはすごく重要ということであえてこういうアニメーションの,あのレクチャーというものを用意しておりますはい最後ですね学力身につけていくための一つのポイントとしてどれだけできるようになったんだということも重要ですなので我々は苦手を見つける確認のテストとかあの自分がどこまでできるのかの確認のテストこんなものっていうのをやってます でこれすごいのは、あのテストを受けたら、人に一人違う内容の学習,復習課題というのが飛んでいく、そんな仕組みを持ってます。森山市さんなんか、この後ちょっとお話しいただきますけれども、あの毎月テストをやって、毎月違う弱点の復習というものをやらせていただいてます。はい、管理画面、ちょっと今日飛ばします。あのデータっていうのは、結構細かく、一人一人とかっていうのも見ることも可能です。はい でえー、とはい、えー、こ,こからですね未来の教室でどんなことをやったか、先ほどの写真の学校、実はこの長野県の榊高校になります,、えーとですね、すごい田舎の学校なんですけれども、周り町工場だらけです、先ほどもちらっと言いましたけれども、この学校に行ったら、もう町工場で働いて終わるっていう風にずっと言われてた学校、ここで何をやったかっていうと、そんな学校でも学力の幅、習熟度の違いっていうのが大きいので、えー、やってたことっていうのは、1つの授業の中で、3つの、3つだけじゃないんですけど、本当は。 まあ、例として3つですねあの一人一人の学力どんどん進める子はどんどん進めようどんどん進められない子っていうのはここまで進めようっていう自分の目標をもとに、えー、進めてたりとか、えー、とあとはですね下の方のさが先ほどのテストのやつですねテストを受けて自分の学力に合ったやり直し範囲っていうのをこれグループで学び合ったりとかしながら進んでいったっていうふうに英数国全部で 授業の中のの中半分ぐらいのコマでえっ、ー、と初年度これやるのすごい大変だったんですけれども今思うとこれどこでも結構できるなと思っていてあの全国の公立高校今60校から70校ぐらい導入いただいてますけれどもあの3分の1ぐらいはこういう使い方っていうのをしていただいてます。 はい、で結果、ですね紙教材、教科書を進めるよりも40%早い時間で、えー、授業進度が進みました、なのに得点率は3倍、で子どもたちが何も嬉しいのは、ここですね、9割の子どもたちが今までよりもよく分かったと言ってくれてます、でえー、生徒のアンケートということで、あのポイントはです、ね、このあと先生の話もあるんですけれどもあの、自分から学ぶようになったとか、あとは教員の話で言うと、えー、と、 今までだったら一人一人にプリントを振ったりしてたところが時間が削減できた、そんな声をいただいております。で、この学校、さらに進化して、未来の教室、ここ3年やったんですけど、2年目以降っていうのは、ただ教科の学習をするのではなくて、それと STEAM ですね、あの探究活動っていうのをどう結びつけるかっていうので、企業探究をする学校なんですけども、その企業探求をするために必要な基礎知識っていうのを提示したら、自分でどん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 学んでいく、そんな仕組みっていうのを作ったりしてます。 はい、でもう1個ですね、これ、昨年度やったのが高知県です、高知県でやったのは、高知県が持っている独自の e ポータルに、定期テストのデータと、われわれすららの日々の学習データっていうのをがっちゃんこして入れてしまおうと、入れたところ、子どもたちが学習がどう進むかっていう、そういう実証をさせていただきました、定期講座やって、定期講座って復習ってなかなかやらないんですよね、あのや,らない <laughs> やらない、やった方がいいと思うんですけど、あ,のあまりやられてない定期講座を、一人一人ここをやり直したらいいよっていうふうに。 フィードバックしてあげるとそうするとですね思った以上にやってくれたっていうのが結果で、えー、とこれあの実際の画面こんな形で可視化をしたところ、えーとですね、学習かなり進みました自分の苦手なところっていうのは明確になった結果、えー、とかなり進んで、えー、と左側ですねあの箱ひげ図ですけれども 定期テストの点数って1年生の数学ってだんだん難しくなるので下がっていくるはずなんですけど右肩上がりに上がったっていうのともう一つは学習に対する不安感ですねこれが大幅に下がったっていうので自ら学ぶ子っていうのが増えてったとそんな実証になっております。 よろしければ、この辺あのあ、これ坂木高校がデジタル庁の社,社会推進賞プラチナ賞っていうのを取った時の映像ですけれども、あのこの辺の話下のブースでもさせていただきますので、ぜひお越しください。えっ、ー、と今お話ししたえーと2019年からの4年間のレポートこちらまとまってますので、まあ、よろしければご覧ください。はい、ええー、と、一応スララネットからの話以上になります。今日ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。 続きまして、株式会社コンパス様、お願いいたします。はい、えー、今ご紹介預かりました株式会社コンパスで、えー、っと、執行役にさせていただいてます、福本修樹と申します。はい、えー、っと、出身は京都なんですけど、社会人の。 最初の3年間ぐらいを滋賀県でですね過ごしまして琵琶湖一周ぐるぐる回ってきたところに今,今日帰ってこれてめちゃ感慨深くてですね今ちょっと東京に住んでるんですけど非常にあの楽しみにあの参りました、えっと、弊社のキュビナに関してのお話をです、ね、10分ほど頂い,いていますので、えっと、ぜひともですね今日ご紹介できればと思っております、はい、でまず最初に3分ほどのですねキュビナのコンセプトであったり世界観を、えっと、まとめた動画がありますのでこちらの方をです、ね、見ていただきたいと思います。 テクノロジーの進化など私たちを取り巻く世界は日々その変化のスピードを増していますそんな変化の時代で大切になるのは自ら主体的に課題を見つけ解決していくことで未来を切り開いていくことのできる力学校教育においても社会課題につなげる未来を生き抜く力を育む学びが求められていますしかし限られた授業時数の中で 新たな学びのための時間を確保することは簡単ではありません知識・技能の習得を効率化することで子どもたちの未来を生き抜く力を育むための時間を生み出すそれがキュビナです AI が教科学習の個別最適化を実現し知識・技能の習得・定着をサポートすることで 子どもたちの未来を生き抜く力を育む教育のための時間を創出しますキュビナの特徴同じ問題の不正解でもその間違いの原因は子どもたち一人一人違うものキュビナでは一人一人の回答データや過去の学習履歴から AI が間違いの原因を特定つまずきのポイントとなった問題に立ち返って出題理解度 習熟度に応じたアダプティブラーニングで基礎から応用までさまざまなレベルに応じた学習が可能となり子どもたち一人一人の理解スピードの向上を促進します子どもたち一人一人異なる復習のタイミングキュビナは忘却タイミングを AI が考慮し最適な復習問題を最適なタイミングで出題短期間で効率的に知識を定着させることができます さらに先生側の管理画面であるキュビナマネージャーが個別最適な学習指導授業づくりをサポートキュビナマネージャーでは子どもたちが解いている問題回答時間正答率などの学習データをリアルタイムに収集分析できるので先生方は一人一人の理解度を瞬時に把握できます一人一人への適切な学習指導や評価また クラス全体の状況を踏まえた授業づくりが可能に演習問題やテストの作成も簡単に作成できプリントの作成や丸つけなどこれまで手作業で行っていた時間を削ることで先生方の働き方もサポート授業内の演習小テスト家庭学習などさまざまな学習シーンで活用できるのもキュビナの特徴です個別最適化化による強化学習の効率化で 未来を生き抜く力を育むための時間を子どもたちにも先生方にもさあキュビナを通じて誰一人取り残すことのない個別最適化された学びの環境へ。キュビナ はい、えー、ありがとうございました、えー。私が本当にお伝えしたいことは、もうここの3分に会社としても全部詰まっているんですが、まあ、結構コンパクトなので、えっ、ー、ともう少しあの深くお伝えしたいポイントをですね、えっ、ー、とスライドにのっとってご紹介させていただければと思います。でえっ、ー、とまあ君だってそもそもま何が特徴なのというところで申しますと、まあ、シンプルに申しますと、えっ、ー、と搭載されている AI のエンジンが非常に高性能で精度が高い学習ができるというところ。 とあともう一つは非常に使いやすいっていうところがえっ、ー、とポイントになっています。でそのえっ、ー、と強みを活かしてえっ、ー、と児童生徒の皆さんにはですね、えー、一人一人に合った学習をえっ、ー、と本当に毎時間ですねえっ、ー、と使っていただいて学習意欲や学力自体をしっかり上げていくということをですねサポートさせていただいています。 そして、えー、と先生方に関しては、えー、先ほどあったような、まあ、管理ツールであったりさまざ、あえー、まな、あ、ものを使っていただくことによってです、ね、先生方に余裕が生まれます。 まあ、あの働き方改革とか業務改善とかも言葉はもう本当にたくさんたくさん聞かれている中具体的に何したらいいんだみたいなところに、えー、と具体的なご支援ができるのがこのキュビナの管理ツールだと思っていますので、まあ、そういったところで先生方も時間や心の余裕を生み出していただいて今までできなかった個別の指導指導の個別化っていうところに注力いただけるというのも、えー、と特徴かなと思っております。 はい、で性能が高いとお話しさせていただきましたがちょっとここ長くなってしまうかもしれないんですが具体的にどういうういいいいこことかっていうととかかかろをです、ね、えせっかくだからあのお,お届けしたいと思いますで動画にもあったように、えっと、要は同じ分数の計算の問題を解いたとして間違えました A 君と B 君。でも、えっと、従来であれば A 君も B 君もほぼ同じような復習問題が自動的に出てきて、えー、回答させるというのが一般的なデジタルドリルと言われているものになっています。 でもそれって本当の個別最適な学びではないっていう我々の考えなので A さんが間違えたのは間違え方のパターンを見てあこれ指則演算が分かってないから間違えてるなじゃあそこを復習させる問題を次に出そうと AI が自動判断して出題してくれるというような構成になっています。で B 君は分数の割り算のやり方自体がそもそも分かっていないので、まあ、通分とか約分とか最小公倍数の概念自体がまあ分かってないんじゃないかっていうことをですね瞬時に 過去の学習履歴であったり今解いているかかっている時間とか、まあ、そういったものを、えー、と判断して次の問題を出題してくれるだから同じ問題を間違えてもそこから派生して学習する問題が本当の意味で個別最適な問題が出続けるという構成になっているというのが、まあ、あの他のドリルと違う大きなな特徴になっていま何で,でそういうことができるかというとちょっと分かりづらかった恐縮です。右側の、えー、とこのこですね、えーと 分岐点があるようなえっと図を見ていただければと思います。なのでえっとこれはちょっと違う問題の例ですが、小数と分数の混じった引き算を正解するためには分かっていないとダメな学習概念たくさんありますよね。先生方頭では理解していただいていると思うんですね。例えばえっと小数を分数に直すってことが分かってないとできないとかですね。えっと通分するってことができないと分か 先に進めないいととかあると思いますでそれをそれぞれの子どもたち一人一人の過去の学習データとか取り組み方からですね AI が分析して今の例であれば習熟度理解度が通分するがこの生徒は低いから次に数分がちゃんと分かるような問題を出してあげようということを判断しているというような形に なっていますでこういったことがですね一問ごとに基本的には行われているので子どもたちは自分が分かるポイントまでちゃんと学習は続けることができますし分かるポイントに必ず到達しますでそこで境目が分かってから次に進むことができるっていうようなプロセスを経ていくことができる、まあ、そういった学習教材になっています。はい、というところが、まあ、あの性能が高いというところと学習効果が高いというところの補足になります。 で、えーと、このような形でですね9、えー、ビナーに関しましては基本的には小中のみに対応しておりますので、えー、と9学年5教科分がすべ、えー、てワン、えー、パッケージで入っているようなものになっています。 搭載問題数が現段階で招致合わせて7万4600問入っておりましてこれにプラスアルファして漢字や英単語の問題は別で入っておりますので本当に全てを合算すると16万3600問というですね一生かけて解けるんかみたいな問題数が入っているんですがその中から最適な問題を一人一人に出しているというのをイメージしていただけると非常に嬉しいです。 はい導入自治体えっ、ー、とおかけさまでどんどん増えていますで100万ユーザーを今突破していますが100万ユーザーのうちの95%、えー、ほどは公立の小中学生が学んでくださっています今日来てくださっている学校の先生方とか教育委員会の皆様が普段接する児童生徒の皆さんがこれだけ使っていただいているという形になっていますはい、まあ、導入の目的とかはまあ様々あるんですけれどもまあ様々な課題に解決できるようなコンテンツになっていますはい で、えー、性能が高いというところの、まあ、ご紹介なんですが。えっ、ー、と、そうですね。こちら大阪の門真市というところで。えっ、ー、と、慶応義塾大学の中室真紀子、えっ、ー、と、先生という方がいらっしゃいまして。え、そちらの研究室と共同研修、えっ、ー、と、検証した結果です。で、平たく申しますと、キュビナで一日勉強すれば、小学校。 の子どもたちは正答率が7ポイントから10ポイントパーセントポイントで上がるという、えー、統計学的結果が出ていますで中学生は1日勉強すれば偏差値が0.3から0.9上がるという結果が出ていますのでまあしっかりとですね、えー、と学力の向上ということも数字で示せるようなものが出ておりますはいで、えー、そうですね 他の導入事例も少し触れさせていただきますと、まあ、そういった学力向上というところもありながらですね、えー、と北海道のこの利尻富士町で申しますとキュビナを使って学習の主体性というのをです、ね、しっかり判断して、えー、と評価に組み込むような取り組みでも使っていただいたりしておりますので、まあ、そういったところで,でもね、幅広く使っていただける、はい、ものになっていまます。はい、ちょっとこちらに関関しましてては一旦ちょっと時間の関係で飛ばさせていただきます。 はいで最後、えっと、未来の教室の事例です。まあ、少しあの以前のデータになりますが、えっと、東京都の麹町中学校で、数学と英語を使った、えっと、未来の教室の実証事業のデータをこちらで改めて紹介させていただきます。えっと、基本的にはそうですね、あの書いてある通りですが、授業時間の短縮が、えっと、数学において半減できている。 単元テストに関しましても40%向上している学習意欲に関しましてもしっかり上がっているというこのまあ3つのです、ねえっと、ポジティブな結果が出ているというのがあの数学の結果になっています。で最後数学だけではなくて他の教科英語の検証も未来の教室でさせていただきまして、まあ、数学ほどではないんですが、えっと、学習時間に関しましても23割の短縮偏差値的にも向上している。 学習意欲もしっかり上がっているという結果がですね、複数教科で出ていますので、まあ、本当にえっと課題を感じられているようなことがもし終わりであれば、必ず首田で解決できると私は思っておりますし、えっと、子どもたちや先生方の支援にできるものとして、しっかりとです、ね、お伝えしていきたいと思いますので、まあ、この後、ブースそのあたりですね、あのお寄りいただければ、あのもう少し深いご紹介であったり、実際の体験していただいて、有効性を確認していただきたいなと思っております。はい、私からは以上ととなりりまます。ありがとうございました。 ありがとうございました続きましてパネルディスカッションへと移らせていただきますステージの転換を行いますので今しばらくお待ちください紹介したいと思いますあ申し遅れましたが、えー、経済産業省教育産業室で室長をやっております磯積と申します本日はよろしくお願いします、えー 少しだけ簡単に自己紹介をしますと、あの私自身は経産省に新卒で入ったんですが、一度退職をしまして、7年間、学校の教員、中高の教員をやってました。週10から15コマぐらい授業して、中2と中3の担任も1年ずつやって、で民間人採用という形で、昨年度から戻ってきていると、そういう形でございます。どうぞ、本日よろしくお願いします。それではですね、まず最初に、スララの、えーえーと森,山えー、森山市ですね。 森山市の事例を少しご紹介をいただいてもよろしいでしょうか。失礼します。うん、はい、えー、森山市学校教育課の指導主事をしております西村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、それではですね。えー、もうあ、はい、ごめんなさい。そういう意味で。 私が段取りを飛ばしました、えー。各自ちょっと簡単な自己紹介をしていただくということになっているということですので、えー、じゃあ今西村様から自己紹介いただいたんです次スララの林様お願いします。はい、あのまた前からすみません失礼します。あのスララネットの林と申します。先ほどもありがとうございました。えっ、ー、と今回はあのスララの中でも小中学校自治体に導入させていただいている方の話を中心にさせていただきます。よろしくお願いします。 ありがとうございます。それでは長浜市沢村様、簡単にご所属とお仕事内容をご紹介いただけますでしょうか。失礼いたします。長浜市教育委員会事務局教育改革推進室の沢村と申します。当室の方ではあの一人一台端末の運用等をあの中心にしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではコンパス福本様。 はいえー、と改めましてになります、えー、とコンパスの執行役員ビジネス推進ユニット長をさせていただいてます、えー、福本周樹と読みます。はい、そうですねあのコンパスに入ってからはまあもうすぐ4年ぐらいになるんですが、えー、と入社してからは基本的に公立の小中学校向けのこういったキュビナの展開というのを、えー、と一本で全国でやってますんで、まあ、全国のさまざまないい成功例とか失敗例とか、たくさんしてますんで、はい、あのよろしければお話しできると嬉しいですよろしくお願いしますはいいありがとうございます。 本日、短い時間ではありますがこの4名と私で少し進めていきたいと思いますあのこのセッションでは主に盛山市と長浜市での全校導入とそちらの方の状況とあるいは課題とこれはあの必ずしもいいことだけではないと思いますのでそこら辺の課題も含めてお話を伺っていきたいなと思っておりますまず前半盛山市さんの事例をご紹介いただきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いします はい、再び失礼します。西間でございます。先ほど、えー、と言いそびってしまいましたが、私はあの、えー、ICT の担当とそれから学力向上の担当の方もさせていただいています。なので、えーと、両面からちょっとお話ができるといいなというふうに思います。えー、本誌森森山氏はですね、2020年にこのエドテックの補助金を使わせていただきまして。 えこのスララの方を導入させていただいてます。えー、本年でもう4年目というふうになっております。まあ随分そのスララの方の活用も先生方慣れていただいてきたかなというようなところでございます。で、えー、この本誌のまあ導入に至った背景というか、まあこの本誌が抱えているまず課題というところなんですけれども、これにつきましては各、えー、と今日来ていただいている実際実体さん方 と同じではなないいいかなという,ふうに思っています、えー、エドテックギガスクール構想によって情報機器がドーンと入ってきたぞというところでそれに対して、えー、とこの活用をどうしていくんだっていうようなことがあったと思いますがまあそれよりも前からずっと授業改善であったり学ぶ力向上であったり、えー、制度指導問題特別支援問題もう全て、えー、各それぞれの分野で、えー、向上していかなければいけないなと。 いうようなところがもちろん課題としてあったではないかなというふうに考えております。で、まあその中でこのまあいわゆる授業改善というところとこう ICT の利活用というところで合わせて解決できないかなというふうなことを本市でも考えていました。で、その一つとして上げさせてもらうのが本市ではこの学校 ICT 活用まあ 我々では勝この「森山モデル」っていうのを立ち上げてこの ICT 機器情報ツールが一気に入ってきたんだけどもそれをただうまく活用するだけではなくてやっぱり我々は授業改善を目指していく子どもにしっかりと学ぶ力をつけていくことが大事でそのための授業を改善していく中で 効果的に ICT 機器を使っということをいうふうに、えー、と思っていまして、えー、例えば、えー、研究員を集めて、えー、ICT 利活用に関する授業研究を進めていったりとかですねあと、まあ、有識者大学の先生を呼んできて、えー、お呼びして、えー、その先生に授業を見ていただいてそれの授業の指導を受けて ICT がどううまく活用できていたか。 でそれがちゃんと子どもの学びの力につながったかっていうことを確認していくというような作業をしていきながら着実に授業を授業力を高めていくっていうところを目指していまして、まあ、そんな中でじゃあ本誌はそのスララをどうして導入したかっていうところなんですがそれはですねあの先生方がこう普段やっておられる中でやっぱ子どもたちに差がの力には差があって。 なかなかその個別に合わせた課題を作るので大変だなっていうことは現場の声で上がっています昨日も中堅者教師の先生らの研修をさせてもらったんですけどもそこでもやっぱり一番の課題は何かっていうと個別にちゃんとそのあった課題を出すのってなかなか難しいねっていうような声が出てきました。 で、えー、先生方はそれを今まですごくご努力されながら、えっ、ー、とじゃあ発展的な課題問題も作ろうとか、もうちょっとこうヒントカードみたいなものを作りながら、こう子どもたちのこう低いレベルの子に合わせて課題を作ろうということをご苦労いっぱいなさてしていただいたんですよね。でもそれをなんとか、えー、この AI のねえっ、ー、とドリルを使うことでそこの手間をうまく省いてその分子どもたちの えっと見取りに時間をかけていただく子どもたちに対してこう、えっと、より丁寧に適切なものをもうデータとしてバンと出してしまえばもうあとその指導の方に当たれるんではないかなということを目指しています。ですので、えっと、どんどんできる子はどんどん進めていってくれたらいいしいや、えっと、この進んでない子はなぜ進んでないのかなっていうところを、えっと、その子にを注目してみていく。でまた 全体として悪かったらこれって指導力の問題かなとかクラス全体の問題なのかなっていうふうなところが見ていければじゃあ授業を変えていこうとかもう1時間丁寧に授業していけばいいのかなみたいなことをデータとして見ていきながら適切に抑えていくっていうことを使っていただければなというふうなことを期待しています。 私の方からは、じゃあ、その森山市の中で、えー、ともう4年目になります、4年間、毎年ですね、えー、ときっちり数字も含めたあの実績っていうのが積み上がってきてますので、その部分について、あの簡単にこんな使い方して、こんな成果上がってるよというのを、あの令和2年度からの話っていうのを少しさせていただきます、でまず先ほど申し上げたあの西村先生の方からあったように、令和2年度に関しては、あのエドテックの導入補助金っていうのをうまく使わせていただいて、スタートしました。で ここで実績できたので、翌年、翌年っていうふうにつながっていったのかなというふうに思ってます。で、えー、と令和2年、何やったかっていうとあの、これも先ほどから西村先生の話に出ていたように、あの目的感っていうのはすごく重要だなと思ってます。で、えー、と初年度、何をやったかっていうと、中学校3年生が県立高校入試を受ける時の、えー、ときの数学だったら、大問1位で計算問題がいっぱい出てくると思うんですね、40点分ぐらい。こここの得点率を上げることが 基本的に勉強苦手な子たちのボトムアップになるという、ここに課題感を感じてて、この課題の解決策としてまず入れたと、スタートしたっていう、ここの目的感があって出た成果っていうのが、あのすごくポイントかなと思います。で、授業の頭、冒頭5分で使ったりとか、宿題、えーと、この年まだ持ち帰りが始まったか始まんないかぐらいだったんですけれども、お願いして持ち帰りで冬休み持って帰ってもらって、えー、と11月から2月まで、わずか3ヶ月間で出た成果っていうのはこちらです。 まあ、終わりきらなかったんで、上がらなかった部分もあるんですけれども、あの先ほど言った大門1、高校入試大門1の、えー、と単元別小テストっていうのを行って、できたところとできなかったところ、できなかったところだけやり直すっていう、そういう個別最適化された学びっていうのをやりましたと。で、えー、と重要なのは学力身についてます、左側の棒グラフですね、だけじゃなくて、えー、と円グラフの方です。 自ら課題克服ができたら65%とか、自ら学ぶようになって意欲が出たら80%以上と、ここにつながったっていうのが非常に大きいポイントかなというふうに思ってます。で、えー、と令和3年は今度それを小学校の中でできるかっていうことですいません、押しすぎましたね、えっ、ー、と、ここからかなあの、小学校3年生の方でできない、小学生でできないかということで、えー、とこれもある小学校で校長先生が授業を見に行った時、えー、ときに、小学校4年生の割り算がうまく入ってないと。 で先生方の小学校の先生イメージ湧くと思うんですけど割り算ができないっていうことは掛け算できないんですよね。なんで、えー、とっていうことは何が問題だっていうのでレジネス調査をやってできてないところっていうのがやっぱり多いねっていうのが分かったからじゃあ過去の学び直しっていうのを個別最適化してやろうともちろんできちゃう子もいるわけなんでその子は前進めばいいとできない子はやり直せばいいこれをちゃんと時間をとってやるとでちゃんと時間をとってやるだけじゃなくて、まあ、これ実際の風景ですけれどもあの。 課題感というのを全職員共通に持った上でえー、とです、ね、ちゃんと時間を置く時間を置くプラス褒める時間ですねこれ右側がです、ね、スラドリ対象ということで頑張って称賛する時間みたいのをつく <coughs> 取ったりして。 小学生なんでこういう勉強に対して、えっと、取り組んだ部分を褒められるっていうのはすごく喜ぶわけですね。こういうあのデジタルとアナログの融合をしたところを、すみません、ちょっと色が見にくいんですけれどもあの、各学年、ビフォーアフターで全国の平均点を上回るような成果っていうのにつながってると、これ2年目の成果です。で、3年目、じゃあ何をしたかっていうと、今度はですね、ブリッジのテストということで、小6と中1をつなぐテストっていうのを盛山市やってるんですけれども、そこの、えっと、小6の 復習課題で中1のテスト、テスト自体ですね、小学校の総まとめの確認テスト自体をスララドリルでやってしまおうと、でこれもすごい成果が出ていて、えー、と今まで何が起きてたかというと、小6にこうなんですかドリル集を与えて、これ、復習してきなさいよとで、中1になって4月にテストを受けるわけですけど、まあ、やってないことよかいるわけですよね。でもす、こういったデジタルツールを使うことによって、やったかやってないかの可視化ができると、だから後追いもできると。 結果としてちゃんとやってる子たちっていうのをしっかり上がるっていうことであのブリッジのテストっていうところでもう成果を出すことができてますでさらに今年の部分っていうのはちょっと西村先生に変わっていきますはいえー、これは、まあ、昨年ですねえっ、ー、と私が指導主人になってからの取り組みとしては、えー、ある小学校でこれも、えー、テストをしてもらったんですけどもえー、まああの9月と 月月の初めと10月ので同じテストをしますよでそのテストしたときに、えー、間違えた問題を2か月かけて丁寧に課題を、えー、と解いていきましょうと,、えー、と問題をどんどんこうレベルを下げながら問題を解いていきましょうというような形でやってみたところ、えーまあ、ある学年のなんですけどもやっぱこう9月よりも10月が伸びがあったと。でまあこれは伸びるのは当たり前と思うんですね。 あの同じようなテスト同じテストをやってるんだから、2回目の方が上がるっていうのは間違いないだろうと思うんですけども、も、えー、見てもらいたいのはやっぱ復習率まあ、しっかりと復習頑張ってやれた。子は、えー、その結果としてもしっかり出ているよ。というようなことがこう。相関として現れたのかなというふうに思います。で、あのやればやるだけ伸びるのは当たり前で、それは別にデジタルであっても紙であってもオンラインなんだろうなというふうに思うんですけども、こうやって。 データとしてしっかり数字で現れるっていうのがすごくこう説得力のある、えー、答えとしてで子どもたちにも示せるのかな保護者にも納得感のある、えー、データとして出せるんじゃないかなっていうふうに思っていますまあこういうことをこうしっかり積み重ねていきながら先生方に、まあしえー、とこのデジタル AI を使うことの予さとか価値っていうことを広めていければなというふうに思っています、はい、以上です。 伺っていると非常にこう順調に4年間やってきたかのように見えるところでありますがおそらくその中にはいろんな課題もあったんじゃないかと思います。質問としてはあのそういう意味で学校間とか先生の間でもいろんなこうばらつきが当初あったんじゃないかと思うんですがその辺り、どのようにしてこう今までに来たのかそこら辺の、えー、進捗というか途中のプロセスもう少し教えていただけますでしょうか。ありがとうございます、えっと もうあのプロセスというか今まさにもう戦っている最中っていうところで、まあえー、ともうずっとこれからの課題だろうなっていうふうに思っているんですが、まあ、今みたいなこう、えー、成果として見せていくことでなんとかこう理解を進めていってるんですがやっぱなかなか初めはこの紙のドリルでずっとやってきてくださってた先生に、えー、とデジタルだよとしかも AI だよと、ね、っていうふうに言っても。 でも抵抗力抵抗感がやっぱどうしても高くてそんななかなかなれないしもう神でいいよっていうふうに言われる先生方ばっかりだったんですよね。で、えー、とまたそのデータが出せるって言ってもただこうやらせるだけじゃなくてしっかりとそのデータを活用する能力がなかったら、えー、とせっかくこんなにこう性能の高いものは入れても意味がないというふうに思っています。なのでやっぱこのでこ、えー 出てきたテストさせて終わり問題を解かして終わりだけじゃなくてその後の見取りをしっかりしていってくださいね個別でこの子のつまずき見えますよっていうことを、まあ、丁寧に丁寧に説明しながらでこうやっていろんな実証検証を行ってその結果を示していきながら、まあ、少しずつ少しずつ広めていっているいうところかなというふうに思います。これは実際こう保護者とととかかか生徒の感想とか雰囲気とか まあやっぱ先生教員やってると生徒たちがまあ盛り上がってるかどうかとか生徒が変わったなっていうのがあるとかなんか雰囲気変わってくる部分もあると思いますけどそこら辺はどういう実感を持ってらっしゃる感じですかそうです、ねまあ、先生があ保護者とか子どもも、まあ、意見としては様々なんですけどもやっぱりこう溶けてできていく喜びというかねあのやっぱりそう、えー、と結構低学年だとこうちょっとこうゲームっぽくね、えー、作ってもくださっているのであの今さっき紹介であった。 なんかは本当にそのえっと低学年からどんどんやって楽しく取り組めている。だからゲーム感覚、遊び感覚みたいな感じで、えー、楽しんでやってる姿は僕も見に行かしてもらいましたし、うん、そこら辺ではあの子供たちも、えー、慣れてきている、楽しむでできているのではないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。同時にスララ以外のエドテックって何か今しない。 こうこんな感じで使ってるよ、エドテックに限らずですね。まあ端末活用どんな感じだよっていうのは何かありますでしょうか。そうですが、あなたの,あのその学習ツールとして使っているものはないんですが、まああのえっ、ー、と本部氏はグ、えーえっとクロムブックを使っていて、グーグルワークスペースをまあ入れておりますので、まあそこら辺のグ、えーグルのツールを使いながら例えばクラスルームを使ったり、えー、そでそこからこう子どもたちがこう 学習につないでいくっていう,ようなことをやりながら、まあ授業でも少しずつ I C T 機器を活用してもらおうというふうに今進めているところです。はい、ありがとうございます。で一旦ちょっとあの今度長浜市、えー、キュビナの活用というところにお話を移っていきたいと思います。あの長浜市では市市内、えー、全校での、えー、キュビナコンパスの、えー、利用ということをされていると思いますが、今現在その市内のそのエドテックの利用状況とか。 えー、そもそもキュビナーをどうして使おうという風うになったのか、そのあたりをまずちょっと教えていただけてればと思います。よろしくお願いします。はい、それではすみません、少しお時間を頂戴しまして長浜市の取り組みについてご紹介させていただければと思います。と令和三年に技校スクール構想のスタートというところで、あの先ほど草津市さんの方はあの早くから端末等を取り入れておられたというお話あったと思うんですけれども。 長浜市については、もう本当にあの一般的な自治体と同じく、ギガスクール構想で、一人一台端末を子どもたちに配って、そこからやっとスタートしたという形です。長浜市がこれまで目指してきた子どもが主語の授業づくり、そして誰一人取り残さない長浜の教育の実現、これを目指してスタートをしました。さて、えっと、長浜市なんですけれども、端末は iPad。 あの使っておりますそして、えっと、本日も来ておられましたがあのロイロノートスクールを事業支援ソフトとして採用しておりますそしてもう一つ個別最適な学び子どもたちを誰一人取り残すことなく進んでいくためには何かドリルソフト等必要であるなというところでこれまでいろんな研究を前任者の方が進めてきた中でコンパスさんのキュビナを採用することになりました。これにはいいろいろあの ありまましてて長浜市学力向上が喫緊の課題となっています先ほどの,あの教材のご紹介でもありましたように「キビナが基礎基本にとても強い知識・技能の習得に優れている」その部分もありますしまたあの手書きの認識が大変素晴らしいですのでそのあたり子どもたちがやっぱりこれまでと同じようにあのペンので書いて覚えていくそういうことも大切にしたいなという思いから。 あのキビナの,方の採用に至りましたまた直感的に使いやすいあの教材ですのでもう入ったらすぐに教科を選んでそこから自分のやりたい単元を選んでという形で進めていけるというあたりも採用の決め手となりましたでそのような形の中で、えー、と先ほどスララさんの方でもありましたけれどもさまざまな本心の中でもあの検証を行っていきました。 えーと実は、えー、R3 年、令和3年の2学期に、まずあの経済産業省様の,あのエドテック補助金を活用いたしまして、各学年、えー、各学校1学年ずつ採用させていただきました。で令和3年の検証については、ちょっと本日、スライドの方ご用意しなかったんですけれども、その時はえっ、ー、はペーパーテストの事前、事後と、あと間、キュビナの活用で、どれだけ学力の方が変わるのかなというところで、結果の検証を行いました。そそちらの方でもあの小中れれぞれ あのプラスの結果が出ておりますでその結果を得て、えっと、今年度、令和4年度、えー、昨年度ですね、令和4年度の初めは、えっと、それもまた検証という形で、1学年ずつ、小学校1学年、中学校1学年ずつでスタートをしたんですけれども、やはり学力向上喫緊の課題であるというところで、昨年度、拡大、導入拡大を目指しまして、モデル校事業を行いました。そののモデル校事業の、あのー 検証ののの方方がが今スライドでで上がっていいるものでございます1000、えっと、アカウントの方あのコンパス様より対応いただきまして、えっと、モデル校が小学校1校、中学校5校、ちょっとバランスが悪かったんですけれども、あの事前、事後のテスト、また、えー、家庭学習での活用というところで、えっと、家庭に夏休み中、持ち帰って,行,って行うという形の検証をさせていただきました。 小学校はちょっと1校だけですのでその学校さんの,あの結果が表にちょっと出るのがどうかなというところであの今回は持ってきておりませんが中学校5校の結果の方がこちらの方になります。事前に行ったあのどれもこれ全部キビナの中で行ったんですけれどもキビナの中で行った事前テストで事後は、えー、キビナの中で同じように同程度の問題を類題で出して行ったものが事後のテストになっております。<laughs> でその間に夏休み中家庭学習での取り組みというところで各校工夫をして行っていただきました。えっ、ー、と左側からになりますかね。中学校1年、中学校2年と見ていただきましたら分かるように、えっ、ー、と低位層が減少して、低中位層が減少減少して、えっ、ー、と位層にあたる上位層が上昇しています。だただえっ、ー、と一番ね右側ですね。あの皆様からすると。 はあの中3なんですけれども中3の方ちょっとあまり変化がございませんこれ、えっと、見にくくて申し訳ないです下の方にあの夏休み中に取り組んだ平均回答数があるんですけれどもやっぱ中3ちょっと回答数が少なかったという部分があるので、まあ、取り組めば取り組むほどたくさん成果があったというところが見ていただいたらわかるかなと思います。長浜市としては全てはの学校どもたちを取り残さない この低中移送に充てて、しっかりと実力をつけていただきたい、そういう気持ちで入れさせていただきたいというところでしたので、このような結果を受けて、えー、と令和4年の10月から導入拡大という形で、えーと、小学校3年生から中学校3年生までの7学年に取り入れさせていただいたところです。 森山様と違ってまだあの期間としては短いですのであの現在定着に向けての取り組みをまだまだ進めているというところです各校の,あの利用の状況こちらやっぱりデジタルの良さは教育委員会の方でも学校がどれだけ頑張っているかどこに手を入れたらいいか分かるという部分ですのでそちらの方を校長先生方にもシェアしたりまた、えー、といろいろな視察に行ったりまたキビナの方にもご協力いただいてオンラインの 学の研修会をしたりもしておりますしまたあの学校 ICT 活用推進連絡協議会ということで担当者集めての会議等でも情報収集をしておりますこの夏も行いましたが事例を持ってきていただく学校もございましたまたあのアンケートの方もいろいろ取ってるんですけれどもその中で子どもたちがこんなふうに使ってるよっていう声を吸い上げてそれをまた子どもたちに返すという取り組みも行っておりますキュビ学しううという形で 学校の方に変えさせていただいて子どもたちが友達が見つけたいい使い方これも自分たちでやってみようそういうことを後押ししていければなという形で現在取り組ませていただいているところですすいません一旦以上でお願いしますはいありがとうございます、えー、長浜もずいぶんいろんな取り組みをしているんだなということがあの 特に教員の方でも学校の取り組みが分かるのでいろんなことがしやすくなるというのは非常にあそういうこともあるんだなと思いましたが、まあ、あの先ほどの森山さんと同じような質問になるんですけどそういった凸凹ココがあるとちょっとこの学校は少しいろいろ難しいところがあるなというときにはどういったサポートみたいなのをされていらっしゃる,あるんでしょうかえと。当室の方、研修もさせていただいておりますので出向いて。 あの検証させていただいたり、まだこれからも行っていくんですけれども、あの、その学校の方の管理職等とも出向いてお話をさせていただくというところもさせていただいております。あと、あの啓発紙の方も出しておりますので、そういう紙面でやはりこうね。やってください。ばっかりよりも。 こういう良い事例がありますよとかこういうふうにしたらいいですよという形で、まあ、子どもたちにも先ほどこうやってしませんかというお声かけしているというお話もさせていただいたんですけれども学校の方にもこうやって良い取り組みしているところありますよってそういうところを良い事例から学んでいきませんかという形でご提案をさせていただいているところですありがとうございます。ここれあるる種両方、えー、両方に関わととかなと思うんですけどあの結結構構学力向上が滋賀県結構 重要な課題だということで、えー、両親とも学力向上の部分の成果というのが結構あったかと思うんですけど、あのその前の事業者さんの、えー、プレゼンですとこう、より自自ら学ぶとか、自主的に学ぶとか、さらにいえばそこで時間を作って、探究的に学ぶんだとか、えー、そういったことを、えー、おっしゃっていた部分あると思います今こ今、段階で言うと、各市、えー、どういう状況にあるというふうに思いますか、あるいはこれからこういうことをしていきたいとか、えー、そういったことがあったら、えー、教えていただければと思います。 じゃあえー、っと森山の方からよろしいですかはいあのえそ、ー、ラらを使ってこう子どもたちが自ら学ぶっていうところについてはまあ本当に道半ば先ほど言ったように道半ばでこれからかなというふうに思っています。で、えー、と一番大事だなと思うのは子どもたちが今の自分の課題に気づくことがすごく大事だろうなというふうに思っていまして。 子どもたちが今自分本人がここが弱いんだとかここって苦手だから頑張らなければっていうことにさえ気づけたらそれに向かって子どもたちはは自分ででで進んいいいいくんではないかなかうふうに思っていますで。その一つのツールとしてすららもあるんだろうしそれ以外にもこういろんなところにこう教員がこう気づかせていく仕組みを作っていきながら子どもたちが自分で学べるような姿を目指していければというふうに思っています。 ありがとうございます。中橋さんはどうでしょうか。えっと先ほどのキビナのご紹介でもあったんですけれども、子どもたちがあの自分たちで学んでいくっていう部分はあのどちらの教材にも共通するところなのかなと思っています。でそこに加えてあのそれこそ自由進度学習であるとか反転学習であるとか、やはり授業の中でも。 十分使えるツールだなと思っていますので、あの先生方にももっとこうワクワクしながらこんな授業ができるんじゃないかなとかこういう形で使えないかなっていう形で使っていただけるようなそういう仕掛けを2学期はしていきたいなということを考えています。ありがとうございます、えー。時間ですと言われながらこう最後おそらくですねこう学校の現場の先生方最後そうは言ってもお金がないんだよとかですね導入大変なんだよっていう議論が多分最後あるんじゃないかなと思いますという意味で。 こうまとめの質問としてはあまりふさわしくないんですが、どうやってこう全市導入の予算を獲得していったのかと、そこら辺のところを少し隠しお話しいただきつつ、最後の質問とさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。えっ、ー、と本誌はい、えー、この教育あの市長を含め市長教育長を含めてえっ、ー、とすごくこう教育にも力を入れてくださっているというのもあり。 まあこういうことにすごくこう理解を示してくださっているのが一番大きいかなというふうに思っています。でえっ、ー、とまあなので主張から結構そのどんどん進めていきなさいっていうようなことをこう 後押しにしながら進めていけたからこう導入に早く迎えたんではないかなというふうに思っています。で、ただやっぱりそのにしてもこの間のやっぱ行政の方々をしっかりこう説明していくには、えっ、ー、となぜそれが必要なんだとか、えっ、ー、と紙ではいけないのかっていうようなところに対してきちんと説明であったりこう。 結果として実証としてこういうことが結果として出てますよということをやっぱ示してい,くいかないとこれから継続して進めていけないのかなという,ふうに思っていますのでそこら辺、今こうやって宗那さんと協力しながらこういろんなこう実証データをこう集めてこう提出していきながらこう進めていくというでうしょうか、はい、最後にすごい質問が来てちょっとどうしようと思っているんですけれども。あのー 特に本市はあの補正予算をいただきましてあの拡大をさせていただいたという部分がありましたのでそれこそ森山氏様のお話にもあったようになぜこの教材なんだどうして必要なのかっていうあたりの説明をあの昨年度もうちょうどこの時期ぐらいからあちこちに丁寧に丁寧にさせてきた来ていただいたところですであの今ほどありましたような実証事業をさせていただいたデータも 提出し、またあの先ほどの写真にもちらっとあったんですけれども議員の皆さんにもあの入ってる現場の方を視察いただいてそういう丁寧な質問であるとかあとアンケート等も進める中であのご理解を得てきた部分ですであのやはり今後もその費用面という部分はあの大変難しい部分であるなというところであの毎年毎年そういう丁寧な説明であるとかあの予算のことについても話してはいけ 言ってはいけないなとは思ってるんですけれども、やはりまず学校にしっかり使っていただいて、あの成果を出していくということが一番大事かなと思っています。はい、ありがとうございます。なかなか答えにくい質問に、えー、お答えいただきありがとうございます。まあ,あの結局成果を、えー、見せていくと、えー、子どもたちがこんな変わったよというのがまあ一番の、えー、まあ、エビデンスということかなと思います。まあ,あの自治体によってはですね、夏休みに紙で出してたドリルをま多少削ってその分の予算を回すとか。 場合によってはこう、義務教育ではなかなか珍しいんですが、受益者負担の部分も作っていくとか、いろんな自治体があるかと思います、そこは各自治体にもよると思いますし、必ずしもエドテックを導入することが唯一の絶対解ではなくて、各学校それぞれによって、ですねこの子どもたちの自ら学ぶ力を育むために、どういうものがいいのかということを使っ皆さん考えていただいて、最後。 ここでいけるんじゃないかというんであればぜひ選んでいただければと思いますしそういったところの取り組み計算省としても応援していきたいと思っておりますので今後引き続きよろしくお願いしますすみませんあの短い時間で恐縮ですがえ皆さんありがとうございました以上でパネルディスカッションを終了とさせていただきます皆様ありがとうございましたどうぞご講壇くださいそれでは続きまして ライフイズテック株式会社様、お願いいたします。はい、えー、先生方、こんにちは。高いところから失礼いたします。ライフテックの丸本と申します。えー、我々ですね、いわゆるまあわかりやすくとプログラミング教育ですね、あのそういったものをあのやってきた会社になりまして、えー、まあまさにこのプログラミング必修化という流れの中であの、なかなかこれまでご自身が教わったことないことをですね、子供たちに教えなくてはいけないと。 まあそういったあのギャップをですねご支援するというようなことをやっている会社になります。え簡単にですね我々のご紹介からというところなんですが、あのもと学校の外であの授業をやっておりました。え一番左にあるようなですねあの子どもたちがなかなかですねデジタル学ぶ場がなかったというところがあります。あの野球やりたい子はですねお父さんがキャッチボールしてくれますし、学校に部活がありますし、活躍すると褒めてくれるっていう。ただデジタルやりたい子、プログラミングやりたい子ってなかなか親に聞いてもわかんない、先生に聞いてもわかんない。 で自分で進めると難しくて挫折すると、まあ、そういったことはないようにですね夏休み春休みにアプリ作ったりゲーム作ったりそういった場を作ってまいりましたでその後、この学びを広げたいなということでオンラインの学習教材を作っている途中でディズニーさんからお声がけいただいてですねあの一緒にやりませんかということでディズニーキャラクターがプログラミングを教えてくれるようなあのそんな教材を作ってまいりましたでそこのノウハウをですねこの学習指導料改定のタイミングの中で、えー、学校の先生だったりあの自治体の皆さん お届けしているというような授業をやっています。あとは最近リスクリングとかですね。dx の高まりの中であの上場企業さんだったり、あとはまあ観光庁さん向けの dx の研修なんかもさせていただいています。今日ですね。ちょっと学校でどんなことをやってるかっていうお話です。えー、まあ、あのいわゆる中学校でいうと技術科高校でいうと情報あとはですね。あの総合とか相談の授業、そして ict 活用とかあのそういったことをですね。ご担当されている方向けのあのお話になります。 で、その前にですね、僕らがこういったデジタルスキルをどう捉えているかというところなんですけど、あの、まあ、自分の思い、アイデアを形にする力というふうに捉えています。で、これどういうことかっていうのをですね、あの、子どもたちが作った作品からご紹介できればと思うんですが、あのプログラミングを学んだ子がですね、どんな作品を作るかっていうところなんですが、まあ、いろいろ、あの、すごい子いるんですけど、私好きなのがですね、この学校の席替えのアプリを作った子がいるんですね。で、これどんなアプリかっていうのを紹介する前に。 なんで彼がこれ作ったのかっていうのが面白いのでちょっとご紹介できればと思うんですけどあの先生方なんとなくシンジ君の表情を見ていただくと分かると思うんですがめちゃめちゃ元気でやんちゃなシンジ君がですねよくキャンプに来てくれてたんですね。である時ですねものすごい不機嫌でどうしたって聞くとですねで聞いてみるとですねそこは月に1回先生が座席表を決める形で席替えをしていますと。 座席を配ってですね今月これよと言われてあ俺窓際だみたいな感じで動いていくんですけどシンジ君だけですねあの三ヶ月連続で先生の目の前の席が動かなかったらしいんですねでそれについてちょっと怒っているとで僕はその話を聞きながらなんとなく先生の気持ちもわかるけどなと思いながら聞いてるんですけどじゃあ自分たちで決めさせてくれって言ってみたらというふうに提案したらですね後日次の月その提案は意外とすんなり通りましたと じゃあ自分たちで決めていいよと先生が言ってくれたとただそっからがまた大変だったらしくてですね席替えの決め方が決まんないらしいんですねくじなのあみだなのそのくじ誰作るのってってですねでしんじくんはですねたまらずあの自分でくじを作ってやったんですけど手でちぎってたんでお前自分の髪分かってただろうとかって言われてですね無効になったらしいんですねまあしんじくん以外のつわものがたくさんいるクラスなんだと思うんですけどもで悔しくてしんじくんは一晩でこのアプリ作るんですよ 一番左側席替え開始というボタンを押すとクラスの人数入れてください40通しますとで右から2番目の画面左上教室全体ってこれ大きいボタンになってますこれを押すとですねあらかじめ用意しておいた座席配置上に、えー、1から40の数字がランダムに振られてこれが出席番号と対応してるからここに座ってねってアプリなんですねでこれを次の教室持っていくとですね彼はヒーローになるわけですよでこれ構造的には完全問題解決だと思ってます 先生が赤外をやるとと不公平という問題自分たちで赤外をやると非効率という問題これをプログラミングの力で限りなく公平で限りなく効率的なものに塗り替えていくと、まあ、こういったことがですねできるツールとしてプログラミングを捉えて子どもたちに提供するということがあのすごく大事なんじゃないかなと思っていますで。ここはまさに経産省未来の教室でも あの半径5 0ンチのチェンジメーカーと言ってますがいきなり大きな問題解決じゃなくて今目の前に起こっていることを解決しさらに IT の消費者として生きてる、まあ、子どもたち時間多いですけど生産者になるとでこれ実はですね右から2番目の画面最初なかったんです、ね、40って押すと一番右に行ってたんですけどある時友達からです、ね「でおいしんじ図工室の時どうすんだよ」って言われて「ですねあそれ作るわ」っつって右上の図これ図工室って書いてあるんですけど。 で視聴覚室の時どうするんだと言われて左下作ってですねで、だんだんです、ね、誰かのためになるということがやっぱ嬉しくなってきてですね誰からも要望されてない右下円テーブルってなってるんですけどもあの四十人で中華食べに行くことあるみたいなところまでですね自分で作っていくわけですねまあこういった形で一個作ってアウトプットできるとフィードバックが来てより次の学びたいことが浮かんでくるとまあこういったことがしやすいものがやっぱりプログラミングだと思っています でこういった思想で学校の中で授業ができないかと、えー、プログラミング順次分岐反復覚えとけよっていう授業じゃなくてですねそれを使って何かを作り出すとまあこういったことができないかということで、えー、教材をお届けしていますでやっぱりですね教科書なかなかあのコード動かないコードが書いてあったりするんでこれを作りながら学べるようなあのそんな環境を作っていますまずはパン屋さんのウェブサイトを作っていこうよみたいな感じで。 右下に行動を打つとすぐ左側に反映されていくと、まあ、こうやって一個一個ですねあの作っていけるようなそんな機構をご用意していますで今あの180の市町村の中で全校で導入をいただいていますまたあの都道府県でもあの別の情報位置に向けたプロダクトということで47分の17の,あの都道府県で導入をいただいているというような形になっています でなんで作ったかっていうところなんですがあの、まあ、あの学習指導を書いて情報活用能力を高めていこうという中でかなり大きなあの変更がありましたでかつこの情報が共通テストに入ってきてですねこれまではサブ教科だったのにやっぱ子どものの進路可能性格差を左右しててていいいくというものになってきていますで。かなりですねあの、まあ、来年の降参があの共通テスト第1回だと思うんですがあのサンプル問題とか見てもですね あのかなりいい問題が出てますあの実生活をプログラミングで表してみようとかデータサインスで表してみようとつまり普段からですね作ったり使ったりしてないとなかなか知識の詰め込みだとあの解けないようだそういう意味でいい問題が出ています。なのでこういった実習の環境をどう子どもたちに作っていくかというところにあのポイントを置いていてですね小学校の中では行動を積み重ねて行動を書くんじゃなくてブロックの組み合わせの中でプログラミングのことを理解していく。 で高校ではですね Python とかって言われるですね、いわゆる AI との親和性の高いような言語をやっていきますんで中学校ではあのこういったちょっとテキストコーディングでウェブサイトを作ってみようというようなそんなことをやってるんですね。なのでそうするとやっぱり非認知能力も上がっていくというところも明確に出てきているようなものになっています。 なんでまあ本当に活用能力をあの育てていこうということで効率的なインプットだけじゃなくてアウトプット問題解決ができるとでこれをですねやっぱ先生方はやられたことないんでまず先生方にですねやっていただいて先生方が素敵なウェブサイトを作っていただいてあこういうもんなのかというようなそんな実感を持っていただいた上でえで授業の中でえ先生が作ったウェブだよみたいなことを言うとですね子どもたちが嘘つけとかって言いながらですねいや意外と簡単にできるんだよ来ックレッスンでやっていくよとで進捗がばらつくんですね。 でそうすると進捗のばらつきを子どもたち同士で教え合いながらえ、まさに主体的で対話的で深い学びができていきます。で、最近はですね、これを学ぶのは技術科なんだけども、いろんな教科でやっていこうということで、えー、作られています。熊本市さんなんかはですね、修学旅行の事前事後学習で、えー、事前にウェブの構成作ってですね、行った先でウェブさあの写真撮って、それを事後学習でウェブにして保護者さんも見れるようにしていこうみたいな、あのそんなことをやられています。 なのであのギガスクール1人1台ありましたとでこの中にやっぱりあのソフトウェアがあることで今までできなかったことができると、まあ、ここがですねやっぱり DX の本質だと思ってるんですねでそこにですね地域探求と掛け合わせるとあの結構面白いことができるなというふうに思っていますあのどの実際さんでも地域探求やわれてると思うんですよね地域の魅力を調べて模造紙にまとめて地域の魅力を教室の中に発表していたこれがですねウェブサイトを作るとです、ね、地域外に発信できるようになるんですね こういったことをですね、あのやっておりまして、ちょっとあの一つ事例を申ししたんですけど、これあの東京の東署部八丈島というですね、東京都なんだけども、なんかちょっと自分たち田舎もんかもモみたいなことを思っていると子供たちが言っているようなところなんですが、ここのですね、あの学校の公式のウェブサイトに子供たちが作ったこの地域探求のまとめのウェブが載っています。これ全部子供たちが作りました。一人一個ですね、好きなところを選んでウェブにしていこうということで。 ちょっと私のおすすめなんですけど火山灰でできたですね黒い砂浜の砂丘があるんですねそれを選んだ子がですねあのドローンで撮影をしてウェブのトップに持ってきてですねキャッチコピーをつけてえこういった良さをまとめてたりするんですねで中学校技術科の中で簡単に言うとですねデータベースの仕組みを学ぼうみたいなところがあるんですよでそれをですね子どもたちはやっぱ教科書を見てああこういうことかって言うんですけど我々の教材はそれが作れるようになりますこれ中二の女のの女子がが作作りましたた自分の作ったデーータベースから 欲しい人がですねクジラが見たかったら1、えー、時に行くとこんな写真撮れるかもよみたいなことをやっていると、えー、こういったことはです、ね、あの地域探求との掛け合わせの中であのできるようになってきました。で面白いのがですねこれあの子どもたちの,あの効果測定するとですねやっぱ地域のロイヤリティって明確に上がるんですね。でででででももそれもそれれのはずだと思っっててまますすしですねねこれ作る中でです、ね、今までって 作ること目的になりがちなところはあったんですけど誰かが見てくれるとなった時にですねじゃあ誰見てほしいと先生が問いかけすると東京23区の人にこんな近くにこんな素敵なところがあるって見てほしいんだよねとどうなってほしいと一回訪れてみたいと思うんだよねとまあそういった問題解決のプロジェクトが生まれるわけですねそうするとですねこれなんか12月に写真撮ったんですけど本当は8月の海見てほしかったなとかですねじゃあもう夕焼けにした方がいいんじゃないとかいつの間にか島の魅力を 子どもたちが語り出すようになっていくと気づいたら島の観光大使になっていくということで先ほどのインウェブですね今あの八丈島の観光協会にリンク貼ろうというようなことをやってるんですけども、まあ、そういったことができるようになってきます。なのであのまさにあのこういったせっかく一人一台ありますのであの効率的なインプットだけじゃなくまさに鶴原さんとかコンパスさんで作られた時間の中でこういったことにあの挑戦をあの一緒にさせていただければなというふうに思ってます。 あの学習指導が変わってですねまた様相も変わってですね特に中学校の技術科の中,中中学校でどんなことをやっておくかというのがやっぱ子どもたちの,あの受験も含めてあの将来の可能性が変わってくるところにあると思いますんであのでこういったことをぜひやりたいという実際さん先生方がいらっしゃいましたらご一緒させていただけると,ありがたい,と思いますうございますありがとうございました。 続きまして認定 NPO 法人語り場様お願いいたしますこんにちは NPO 語り場の瀬川智孝です、えー、本日は、えー、語り場のオンライン不登校支援プログラムルーム K の事、えー、業紹介のお時間をいただきまして誠にありがとうございます、えー、私から学、えー、年度の 未来の教室実証事業で取り組ませていただいたルーム K について今日は説明させていただきたいと思いますそれでは資料を画面に共有いたしますはい。まずはオンライン不登校支援プログラムルーム K とはどのようなものかということなんですけれどもルーム K とはですねオンライン教育支援センター オンライン上にある子どもたちの学びの場そして居場所であるオンラインの教育支援センターこういったコンセプトで運営をしている支援でございますメタバースを活用して子どもたちがここにアクセスをしてさまざまな学びのプログラムに参加したりスタッフの相談支援居場所支援を受けられるそういったものになっておりますそして もう一つ重要なコンセプトがこれがシェア型のオンライン教育支援センターであるということですこれはどういうことかと言いますとオンライン上のこの教育支援センターをですね複数の自治体にシェアして使っていただくそういったコンセプトになっておりますなのでですねあのこの後実際に 動画でメタバースの様子も見ていただくんですけれども、あの語り場が連携している複数の自治体からですね、子どもがアクセスしてきて、同じように居場所プログラムにこう参加しているそんな姿が見て取れると思います。では実際にちょっと様子を見ていただこうと思います。今動画を共有いたしますので少々お待ちください。 それでは、動画を見ていただきます。こちらは Web ブ,ブラウザでルーム K にアクセスする画面です。自分のあだ名を入力してログインします。すると、懐かしいテレビゲームのような世界が広がっています。画面の中央にいるキャラクターが自分の分身、いわゆるアバターです。このアバターを動かして部屋に入ると、オンライン会議システムが立ち上がります。 <laughs> それぞれの部屋にはプログラムを実施するスタッフがいます。ますではししプログラムの様子を少しお話いたします。はいお願いします。はいではチョコプロ自分の好きを探求しよう始めていきたいと思います。探求学習っていうものの取り組みの一つです。えっ、ー、と今日ですねみんなと一緒に、えー、ワークをやっていきたいのでみんなちょっと今紙とペンを持ってきてもらってもいいですか。持っていきます。 はい、ありがとう。自分が好きなものとか、最近気になるあれ、詳しく学んでみたいと思ってるみたいなものを真ん中に置いて、マッピングシートを書いてみてください。ここにこれ書いてもえ、すごい書いてるね。恐竜の分類ティラノサウル博物館化石好きな化石チラシックワールドでなるほど。素晴らしいあのマップシートだなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。 そういった形でですね、このような感じで子供たちがメタバースの中で、これはあくまでプログラムの一例なんですけど、あの、様々な学習機会にこう参加しています。はい。ちょっと改めて資料を画面に共有いたします。はい。先ほど実際に様子を見ていただきましたが、えっと、 私たちの支援において、えー、メタバースの中で作っている居場所以外にですね、もう一つ重要に、えー、重要としていることがあります。それが、えーと、子供と保護者への伴走支援です。やはりこのメタバースの居場所があるだけでは、子供たちがこう自律的にアクセスしてきて積極的に使うということはなかなか起きてきません。それゆえにこう子供たちに寄り添いながらですね、様々な学習機会につないでいく伴走支援が重要になります。 語り場では、この伴走仕様になるスタッフとして、2種類のスタッフを配置しております。一つは支援計画コーディネーターと呼ばれるスタッフです。この支援計画コーディネーターは、定期的に保護者と面談等を実施しながら、その保護者から得る情報、それから希望等を踏まえてですね、子供たち一人一人の個別支援計画を作成していきます。 そしてその子どもの支援がこの個別支援計画に沿って進んでいく支援計画コーディネーターは子どもの支援をリードするようなそんなスタッフになりますでもう一人のスタッフがですねメンターと呼ばれるスタッフですメンターは子どもと週に1回定期的な面談を行っていきます子どもにとっては一番身近なお兄さんお姉さんのようなスタッフで このスタッフが起点となって子どもたちをメタバース上で行われるさまざまな学習機会に誘い出したり学習や生活に関する目標を立てたりと子どもたちをモチベートしていくようなそんな役割を担っていますそして先ほど動画でも紹介したプログラムなんですけれどもいくつかの種類のプログラムをメタバース上では実施しています一つはクラブ活動子どもたちはですね なかなかこういきなり学習に積極的に参加するってことが難しい子どもも多いのでまずはこう気軽に楽しめる例えば子どもたちに人気のあるマインクラフトを使うようなプログラムこういったものを用意しておりますで徐々に学習に対する意欲が回復してきたらですね AI ドリルを使った個別の学習支援ですとか集団で参加するワークショップ型の学習プログラムなどさまざまなプログラムを用意していて 子供たちは自分の興味関心等に合わせて自由に参加することが可能です。はい。こういったプログラムなんですけれども、私たちはですね、これを語り場独自でやっているのではなくて、連携する自治体と協力しながら、この支援を行っております。で、これに関連して昨年度未来の教室で行った実証についてご紹介いたします。はい。昨年度の 実証ですが内容としては大きく3つのことに取り組みました一つはこのシェア型のオンライン教育支援センターを複数の自治体に使っていただけるような汎用的で横展開可能なスキームを開発するこれが一つです2つ目は何分新しい支援なのでオンラインを活用した不登校支援が どのような効果を子どもたちにもたらすのか、この効果検証を行うといったものです。で3つ目が、オンライン支援を活用した不登校支援の投資対効果を算出するというものです。本日は、この1について簡単にご紹介します、はい。先ほど申し上げましたように、ルーム系は自治体と連携して利用していただいております。つまり、連携する自治体からですね、オンライン支援が適切だと思われる利用者に、 このルーム K を紹介して、語り場につないでいただく、こういった連携をしております。まずは語り場と教育委員会で連携協定を結んだ後、教育委員会から自治体内の学校教育支援センター等にこのオンライン支援の周知をしていただく、そして学校教育支援センター等からオンライン支援につなぎたい子どもの保護者の方にですね、ルーム K を紹介してパンフレット等を渡していただきます。 そして保護者の方に、え語り場が実施する説明会に参加いただいて、え実際に支援が開始されたら、え語り場から定期的に、え利用レポートを学校や教育委員会にお渡しする。そして自治体によってはですね、この利用レポートに基づいて、えルーム系利用を出席扱いにしていただいている。そういったところもございます。はい。ここでは一つの例として、え埼玉県、え戸田市さんの例をご紹介します。 ルーム K を導入する狙いは支援に接続できていない不登校の子どもたちに対して新たな居場所とと学びのの機会を提供すするというものです対象となる児童生徒は市内の小中学校に在籍する不登校の児童生徒さんなんですけれどもその中でも既存の支援リソースに接続されていない子どもこ,の子こういった子たちが支援の主な対象になりました。で 現時点では、このスライドに書いているよりも、利用者は増えているんですけれども、昨年度の段階でですね、7名の子供が戸田市内からルーム系の方に接続をされてきました。具体的な利用のケースとして、 右下に小学校5年生の利用ケースが書いてあります。もともと活発なタイプだったんですけれども低学年の頃から不登校になってしまった子どもで入会時からですね作戦会議というのは私たちが行っている定期的な面談のことです。定期的な面談の中ではコミュニケーションを活発に行うことができました。頑張りの性格も考慮して 初めは一つのプログラムに参加するところから様子を見ていたんですけれども、徐々にこう参加するプログラムの種類や数が増えていきました。でこの子はもともと意思がはっきりしているということもあって、常に本人に選択決定を促すことを意識していました。まあ、自由にプログラムを、ね、本人の意思で選んでもらったような、そんな関わりでした。えっと 得意なプログラムの中、ね。他の友達にえと参加の仕方を教えたり感謝の言葉を伝えることでこう人の役に立つことのうしさを感じている様子がこう見受けられました、はい。といった形で自治体と連携することで本当に,必要な本当に支援が必要な子どもにこういったオンラインの支援が届くことができるのだというそういった考えのもとで自治体さんとは連携させていただいております。はい はい、ということですね、ちょっと時間あっという間なんですけれども、語り場のオンライン不登校支援プラグプログラムルーム系について紹介させていただきました。ご時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではこれより休憩のお時間とさせていただきます。続いて実施されます参加者交流ワークショップは16時15分から開始となります。 お時間までにお戻りいただきますようお願いいたしますなおエレベーターが2基しかございませんので一斉に移動されますと大変混雑いたしますお出口に近い方から順にご退出いただきますようご協力をお願いいたしますなおただいまノースウィング3階のリンカーンボールルームにて個別ブース体験会も実施しております こちらの終了は17時を予定しておりますのでぜひお立ち寄りくださいそれでは再開させていただきます続いては参加者交流ワークショップになります黒田様よろしくお願いいたします これから参加者交流ワークショップを始めます。この参加者交流ワークショップでは、皆さんでディスカッションをしていただきながら、横のつながりを作っていただくことを目的としてございます。交流会後に名刺交換の時間を設定しておりますので、ぜひ皆様で名刺交換を行っていただけますと幸いでございます。進行は経済産業省の丸山様にお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。 あの見ての通りちょっと少ない人数になってしまいましたがあの残っていただきましてありがとうございます。私あの経済産業省の丸山と申しますがあの実はですね群馬県教育委員会から今年出向に1年間来てましてもともとはあの高校の教員でございます。で今も群馬に住んでいて あの毎日2時間かけて霞ヶ関に通い今日もあの群馬から朝4時間かけてここにこの交流会の司会をするためにあの参りましたので是非皆さんあの活発に交流会に。 頑張っていいいいたただけると来た甲斐があるととと来があうものかなと思いますのでお願いしますそれでですねあの交流会を何でするのかっていうことなんですけどあの、まあ、自分はあのその学校の教員だった時代で教育委員会にいた時代でこの経産省に来たこの時代っていうかまあ今年なんですけどだから改めてやっぱりその自分が所属してる学校とか自分が所属してる教育委員会の人としか連携が取れない。なんなんら同じ あの群馬県の県,県の職員でももう科が違うとなかなか気軽に相談できないっていうか、まあ、そういうのをすごく実感していてでも今年ここに来てみていやみんな同じことで悩んでるんだからもうちょっとこうみんなで気軽にあのうちの学校がとかうちの県がっていうことを超えてやっぱり日本の教育みんなで協力してあのよくしていければいいなっていうふうにちょっと思った部分があります。で あのやっぱ困ってる時に気軽に聞ける人が、まあ、いっぱいいた方が絶対その方がまあいいなっていうふうに思っていて是非そういう横のつながりをいろいろ作っていただきたいなっていうことであの交流会をこう、まあ、細々となんですけどやっております。で他の会場でもでもすね本当にあの たたちと交流会をしてきたんですけども参加していただいたあとは結構皆さんやはりあの和気あいあいと名刺交換した後もずっとおしゃべりしていてででこでメールを送ったらあ「今も実はつながってこういうこと始めようと思ってます」とかっていうメールをいただいたりすることがあるのであのぜひこの、まあ、短い時間なんですけど楽しい時間にしていただければと思います。そそれでですねあの、まあ、そうはは言っても、まあ、本当は なんかみんなででお酒でも飲め,飲めばです、ね、一緒にして仲良くなれると思うんですけど、まあ、ちょっとそういうわけにはいかないので、えー、とただ名刺交換だけしてパーって解散してもなかなかそのごつながりっていうのは作れないと思うので今日皆さんでいろいろちょっとおしゃべりをしてもらってそしてあの仲良くなっ最初にですね自己紹介していただきましてでその後ちょっとこうディスカッションという形で一つのテーマについて話し合っていただきます。 で最後まあ、ちょっと班を多分いくつか作れると思うので他の班がどんな話をしていたのかなっていうのを少し共有してで最後に名刺交換して仲良くなってお別れしてもらうということで考えておりますそうしましたらまあだいたい5人か6人くらいが話しやすいのかなと思うんですねそれで一応皆さんがつけている名札の赤い名札が学校の先生です。 学校の先生がすごく多いようですねで青が教育委員会の方で緑がまあ事業者もしくはその他の方っていう風になっておりますのでできれば同じ色で固まらないであの違う色があった方がいいかなと思うんですけど何せあの参加者がちょっと少ないのでそうしましたらちょっとこう移動してもらって。 5人か6人くらいでうまくグループを作っっててもらっていいですか後ろの方こう入ってもあとお知り合い同士で話してもしか、まあ、仕方がなくはないと思うんですけどせっかくなので知らない人と話してもらいたいのでちょっと動いていただけると助かります2つか2つくらいのグループになりますかね 十四五人そ、ね。そうですね、三つグル三つぐ、そうですね、五人くらいがいいですね。はい。じゃあ声かけ合って座ってください <laughs>。<laughs> はい。じゃあこちら五人。はい。あ、ありがとうございます。じゃあこちらあれですか？ あとこちらもまだ二手に分かれる。あ、なんかいい,い,いですかいい感じ？あ、そうですか。ちょっと知り合いが一人トレードしされたいです。あ、いいです。あ、六？ああ大丈夫でした。はい、五人いました。はい。あ、柴田さんも入っています。 あ,あじゃあお願いしますはいあ大丈夫ですあ皆さんありがとうございますスムーズにグループ分けができました <laughs> はいじゃあまずですねあの自己紹介をしてもらいたいんですけどあの四十秒という時間で一人四十秒って決まってますのでこちらで時間計りますので。 あのもう40秒経ったらもう経ちましたって言って切ってきますので <laughs> どんどん次の人にパス回していってもらえればと思いますじゃ最初ど,どうなったか私がっていう人を決めていただければであ,ありがとうございますありがとうございますあ,ありがとうございますありがとうございますはいあちょっと遅ればせながら人が「あちょっとじゃああ,ありがとうございます大至急あ,ありがとうございますじゃあちょっと入っていただいてちょうど今いいタイミングでちょうどいい時 でちょっと入,入っていただきでは最初の方から時間を計りますので40秒ずつお願いしますでは始めます。 はい、40秒経ちました。次の方お願いします。はい、次の方です。 はい、40秒経ちました。終わりです。はい、次の方、お願いします。 四十秒経ちました。以上です。次の方、お願いします。始めます。 40秒経ちましたでは次の方お願いしますはじめです 40秒経ちました終わりですでは次の方お願いします はい、40秒経ちました、終わりです。はい、ありがとうございました。それではあのディスカッションの方に移っていきたいと思いますけれども、あのもうテーマは投影してありますが、あのもう今までこう。 ずっとです、ねあのまあ、一斉授業っていう形でで学校を進んできましたけどやっぱりいろいろ課題があって子どもたち減ってますしでしかも多様化してるっていうことでなかなか今までの教育手法だけでは対応できない部分っていうのもこうかなり増えてきてると思うんですね。まあ、そんな中でいろいろ変わってきてる部分はありますけれども15年後の学校教室をまあどうしたいかどうしていくべきか。 っていうのをちょっとですね、いろいろアイディア出しといいますか、あの語り合っていただけたらと思います。ではあの時間20分とりますので、またあのお時間来ましたら、えー、20分お声掛けしますので、えー、よろしくお願いします。それでは始めてください。 えー、皆様熱心に議論をしていただいているところありがとうございますそろそろあの時間となりますのでディスカッションの時間を終わりにしたいと思います <laughs>、はい、すいませんちょっと 終わりの時間も迫ってますのでまだまだ話したりないとこかと思うんですが、ではあのちょっとですねあの話をまとめるのは難しいと思うんですけど、一応あの全部じゃなくていいので、まあこんな話が出たよくらいの報告でいいので、あの班の中でどなたかお一人代表で他の班にちょっと説明していただけると助かります。はい、じゃあまずこちらの、はい、誰か。 えっとこのグループではあの、まあ、最近の教育って n、ね、ICT うんんというのを置いといて、まあ、やっぱりこう池の鯉に魚餌をやってるような感じになりがちだよねっていうお話からえっ、ー、とまあこの、まあ、学校の教員自体あのもうあの少数なんですけれどもあの お金と行政とそれと ICT になった時のこの組み合わせの良くなさっていうかね人の数の少なさとかいろいろな問題社会問題から最終的にあの保護者教員が、まあ、大人がどういう子どもを育てていきたいのかっていう焦点がぶれてきていてどうしてもあの I. C. でて小手先のね、あの考えだけで、ちょっと上滑りしてないかな。っていうことの、あの危機感に触れたという。内容を話しておりました。以上です。ありがとうございます。では、そちらの班、どなたかお一人お願いします。えっと、こちらの班では、えっ、ー、と、最初。 15年後と言われてもピンとこなかったので15年前から今はどれぐらい変わったかっていったところからあの結構変わってるところがあったよねといったところから、まあ、15年後どうなっていくかっていったところを話をしていました、まあ、そういった中でいろいろ話はしたんですけども、まあ、先ほど少しおっしゃっていただいたようにやっぱりこうあの本質を突くような あのまあ学校教室まあ教育といったところにまあどん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 シフトしていくんじゃないかとまあそういった中であのコンテンツとしてまああのコンテンツを作るプロフェッショナルはプロフェッショナルの方たちがどんどんあの最先端の研究や技術を取り入れてまあやっていくでまあ教育現場はそれを使ってより本質的なあの部分にあの進んでいくのではないかといったところでまあどちらかというとどうしていい いどうしていきたいかっていうよりかはまあどうなっていきそうかみたいなところであの、えー、話をしておりました以上ですどうもありがとうございますでは最後そちらの班の方お願いします、はい、えっ、ー、と私のグループでは15年後は、まあもう えーまあ、これあのピンとこないんですけども、えー、もしかしたらまああの AI を活用したら教材とかが普及すればそもそも教室ってなくなってるかもしれないよねっていう,う、まあ、あのちょっと今まで考えていないような意見もありました。でそれぞれぞ皆さん今あの思っっていらっしゃる、えーまあ、教育 教育関とかあのそれに関する問題とかを、えー、お聞きしました。あの普段あの学校の教員って学校教員同士しか話さないので、えー、いろんな方の、えーまあ、あのご意見が聞けたのがとても良かったと思います。で、えー、っとまあ私これは私個人の感想なんですけども、あの今日参加してみまして、えー、まあ民間企業の方の方がすごく教育に関して熱心に考えておられるし、あのあの。 えと気持ちがすすごく前向きなんですあの現場の教員って疲れきっててもうどちらかというと、うんまあ、何をやろうとしてもしんどいっていうのがもうなかなかあの何をしても否定的な意見しかあの出てこなくて、まあ、そういう意味で今日は前向きな意見を企業の方から頂い,いてすごく良かったなと思いました。 ありがとうございます。最後素敵な感想でまとめていただきましてありがとうございましたはいちょっと4時間かけてきたのがちょっとやっぱりすいません東海道新幹線の揺れにちょっとこうやられてきたものですいませんでした、はい、ありがとうございますあの皆さん本当に熱心に議論いただきましてありがとうございますじゃあまたあのちょっとマイクをですね黒田さんにお戻しします 皆様、今回参加者交流ワークショップにご参加いただきありがとうございました。この後はぜひ他のグループの方も含めて名刺交換をしていただければと思っております。その後、流れ解散となりますのでよろしくお願いいたします。あのぜひ本日できた横のつながりというものを今後も生かしていただけますと大変幸いでございます。本日はどうぞどうもありがとうございました。 これにて未来の教室キャラバン in シガを閉会とさせていただきますなおご参加の皆様へお申し込みのメールアドレス宛にアンケート用の URL を送付しております本日配布いたしましたプログラムにもアンケート用の二次元バーコードがございますので本日のご感想も含めご協力よろしくお願いいたしますお帰りの際はお忘れ物のないようお気を付けください